俺の名前は猪瀬良治、23歳。大学を卒業し、第一希望だった三井商事に入社して、早1年。仕事は毎日大変だが、希望していた営業職に就くことができ、上司にも恵まれて、忙しくも楽しい日々を送っていたはずだった。あの人にとんでもないことを言われるまでは。失礼します。出社してすぐ、取引先とのことで社長室に呼ばれた俺は、緊張しながら扉をノックして中へ入った。出迎えてくれたのは三井商事社長、三井よし子。三井社長は体調を崩した父である前社長の代わりに、28歳の若さで会社を引き継いだ。黒髪ショートがよく似合い、まつげが長く、切れ長の目が色っぽい。はっと目を引く美人だった。猪瀬君、悪いわね、朝一で呼び出して。いえ、それより大和田産業とのことで何か問題でも。先日俺が飛び込みでかけた営業を気に入ってくれた大和田産業。順調に話が進み、本格的に契約を結ぶのが今週末だったはず。すると三井社長はにっこり笑って首を横に振った。違うわ、逆よ逆。あなたよく大和田さんに首を縦に振らせたわね。え？あの人この業界じゃ有名な堅物よ。数々の営業マンが門前払い食らってる有名人。そうだったんですか。そういうところはリサーチ不足なのね。一瞬三井社長の眼光が鋭く光った。今度から無茶な営業をかけるのはやめなさい。飛び込み営業でもしっかり下調べすること。肝に銘じておきます。だけどその肝っ玉を買って一つ提案があるの。言われて差し出されたのは一通の手紙。封はされておらず、すぐに中身が確認できる状態だ。これは。開けてごらんなさい。お見合い?そこに書かれていたのはお見合いの案件。しかも俺宛てだ。あなたにどうしてもお見合いをしてほしいのよ。社長のご紹介ともなるとそれなりの。そうね、相手は社長よ。社会人1年目の俺が三井社長の知り合いの女社長と、どう考えても不釣り合いだ。あの社長、俺には無理だと思うんですけど。何よ、大和田さんのところに飛び込んだ肝っ玉はどうしたのよ。肝っ玉は。三井社長は俺にぐいっと歩み寄り、鋭い目つきで顔を覗き込んできた。営業は足で稼ぐ。これは入社してすぐに教えた私の持論。それをあなたは忠実に守ってこの1年仕事を成功させてきた。それは認めるわ。だからこそこの案件も必ずものにしなさい。案件って。すっかり仕事モードの社長に凄まれて、俺は首を縦に振るしかなかった。お見合い当日、持っているスーツの中で一番いいものを選び、指定されたレストランに向かった。社長の話ではこのレストランの一番奥、特別室でお見合いが行われるとのことだったが、あれ、女性を待たせてしまっては大変と指定された時間より30分早く来たにもかかわらず、中からはすでに人の気配がした。すみません、お待たせしてしまっ。あら、早かったわね、猪瀬くん。そこには美しくドレスアップした三井社長の姿があった。どうして社長がここに。どうしてって、私ちゃんと言ったわよね。お見合い相手は社長よって。確かに。三井社長は言っていた。お見合いをしてほしい。相手は社長だ、と。てっきり知り合いの社長なのかと思ったが、まさか三井社長本人だったとは。どうして俺と社長がお見合いを。嫌なの？そういうわけでは。驚いてはいるが、嫌か嫌でないかを問われたら決して嫌ではない。
ただ突然のことなので一体どうしたのかと思いまして。そういうところなのよね、私が気に入ったのは。え？実はね、私の父がどうしても花嫁姿を見たいというのよ。俺に席を進めながら三井社長は語り出した。しっかりと自分の目で見極めた男性との結婚、それが父の望みなの。それで自分ですか。社長にはもっとお似合いの方がいらっしゃるのでは。もちろん私はこういう肩書きだし、それなりに身なりにも気を使っている。今までたくさんの男性からアプローチをかけられたわ。でもそれじゃ意味がないのよ。私自身が選んだ人じゃないと。あ、まっすぐ見つめられて思わずドキリとしてしまう。それはそうだろう。三井社長は界隈でも有名な美人社長だ。ビジネスに関しては鬼の一言に尽きるが、見目麗しい敏腕女社長、それは世の男性だって放っておかないだろう。実際母からはたくさんのお見合い話を持ち込まれたわ。だからこそ父は私が自分で選んだ男性という条件をつけたのね。だから猪瀬くん、私と結婚しなさい。ちょっと待ってください。してくださいじゃなくてしなさいですか。あまりに三井社長らしい物言いに俺は思わず反論してしまった。とりあえず1ヶ月私の婚約者らしく振る舞ってほしいの。そうすれば母もお見合い話を諦めるし、その後父への紹介もスムーズだわ。1ヶ月したらどうするんですか。父への紹介が終われば、どうしても結婚できない事情ができたと言って婚約解消したということにすれば大丈夫よ。そんなにうまくいくのだろうか。しかし三井社長のことを考えると断りづらい状況であることは明白。それに1ヶ月という期間もついている。何か不都合があっても1ヶ月したら関係は解消されると考えれば、それくらい引き受けてもいいのではないかという思いが俺の胸に広がっていった。わかりました、引き受けます。さすが猪瀬くん、いや涼二くん、肝っ玉が座ってるわ。ちょっと社長。席を立ち俺に抱きつく三井社長。そうと決まればお祝いね。ここは私のおごりだから、たんと召し上がれ。ああそうそう、しばらくは私のマンションで同棲してもらうことになるから、荷物は明日運び込んでちょうだい。え、同棲ですか。当たり前でしょ。まずは普段から婚約者っぷりを磨いていかないと。こういうところにも社長の完璧主義なところが出てくるのか。俺は驚きながら運ばれてきた鴨のステーキを口に放り込んだ。涼二くん、はい、あーん。お風呂沸いてるわよ。背中流そうか。クリーニングに出していたスーツ取ってきておいたからね。同棲生活が始まり1週間、俺は三井社長もとい、よしこさんの仕事とは違う側面に戸惑いっぱなしだった。社長、よしこさん、コーヒー入れましたよ。ありがとう、一緒に飲もう。ソファーに座るよしこさんの隣に座り、お揃いのマグカップでコーヒーをすする。この映画続編出てたんですね。知らなかったな。仕事ばっかりじゃなくてリラックスの時間も必要よ。ほらこうしたり。え、そう言って恥じらいもなく俺の頭を自分の膝に乗せるよしこさん。これはいわゆる膝枕というやつでは。あのよしこさん、これは。いいわよね、こうしてのんびりする休日。そっと俺の頭に触れるよしこさんの手が心地よい。恥ずかしさもあるが、日頃の疲れからか気持ちよさが勝ってしまう。素敵な旦那さんと好きな映画を見ながらコーヒータイム、最高の贅沢よね。素敵な旦那さんというのはちょっとわかりませんが、
確かにこれは贅沢ですね。しかもそれが社長の膝枕でなんて、とてつもない贅沢である。見上げればよしこさんはうっとりと優しい笑みを浮かべていた。かわいい。え？思わず口をついて出た言葉に、よしこさんはおろか俺も驚いてしまう。いや、今のはその、今かわいいって言った？あの、嬉しい！わあ！感極まって抱きついてくるよしこさんに押し倒されるような状態でソファーに倒れ込んだ。よしこさん！初めてかわいいって言ってくれたわ。今日は記念日ね。そんな大げさな。かわいいなんて言われたら嬉しいに決まってるでしょ。よほど嬉しいのか、俺に抱きついて離れようとしないよしこさん。そんな彼女を素直に愛しいと感じた。そして同棲生活が始まって2週間が経過。急な出張で大阪に行くことになり、俺は3日ほど家を空けることになった。なんで涼次くんが大阪に行く必要があるのよ。あれはあなたの上司のミスじゃない。そんなこと言っても担当部署ですから、下っ端も顔を出さないといけないんですよ。頬を膨らせて怒っているよしこさんの頭をポンポンと撫でてなだめる。こうして恥じらいもなく素直に感情をぶつけてくれるよしこさんに、俺は知らず知らずのうちにどんどん惹かれていっていた。出発する時も社長室の窓から俺にこっそり手を振って別れを惜しんでくれた。それから3日後、ようやくたどり着いた家の扉を開けると、そこに見慣れない女性の靴があった。よしこさん、戻りました。あれ？あ、りょうじくん、お帰りなさい。俺の姿を見た途端、よしこさんは嬉しそうに椅子から立ち上がってこちらへ駆け寄ってきた。その向かいに座っていた女性はこちらをけげんそうな表情でにらみつけてくる。ちょっとお母さん、彼に失礼な態度を取るのはやめて。お母様ですか？俺は慌てて正面に回ると深々と頭を下げた。よしこさんと結婚を前提にお付き合いさせていただいております、猪瀬良二と申します。ご挨拶が遅くなりまして申し訳ありません。挨拶だけはちゃんとしてるのね。それであなた、年収はおいくら？お母さんは俺に一別を投げて静かにコーヒーを口に運んだ。まあ言えないわよね。一階の平社員、ましてや社会人2年目の若造ですものね。俺が答えに困っていると、お母さんは無別の笑みを浮かべてみせた。大学は経大学卒だったかしら。特筆すべき成績もなく、かといってスポーツの才があったわけでもない。ご両親はご健在だけれども、特別な役職に就かれているわけではないのよね。どうやら俺のことはすでに調べ上げているらしい。それでも俺は、俺を好きだと言ってくれているよしこさんの支えになりたいし、一緒にいたいと思っています。りょうじくん。婚約者らしい振る舞いをしなくては。その思いからはっきりと本心を口にした。確かに俺の稼ぎはよしこさんの足元にも及びませんし、社会人経験もまだまだです。ですが、彼女の優しさや厳しさ、そのすべてに惹かれ、何よりも彼女自身が俺を選んでくれたという自負があります。それではいけませんか？話にならないわね。そう言ってお母さんは席を立った。俺をにらみつける鋭い眼光は仕事の時のよしこさんにそっくりだった。いいですか、猪瀬さん。三井の家系は代々社長業の由緒正しい家柄。そこに入る人間はやはり同等かそれ以上でないといけません。あなたはそこに入る気概はあっても資格がない。そのことはお分かりにならないの？俺がよしこさんを愛していると言ってもですか？え？隣にいたよしこさんの肩を引き寄せて
まっすぐにお母さんを見据えた。ご両親思いで、何よりもお父様の会社を守ることを第一に考えて、たくさんのお見合いも吟味して俺を選んでくれたよしこさんを、俺は心から愛しています。それでも許していただけませんか？その言葉に、初めてお母さんの表情が動いた。そしてカバンを手に取り、無言で玄関へと向かう。よしこ、来週お父様のところへ猪瀬さんを連れていらっしゃい。そこで話をしましょう。お母さん。猪瀬さん、私はあなたを認めたわけではありません。しかし、よしこがあなたを選んだというのであれば、最終審判は私ではなく、夫、課長の三井常雄が行います。くれぐれもお忘れないように。そう言ってお母さんは静かに出て行った。残された俺はしばらく呆然としていたが、はっと我に帰ると、慌ててよしこさんに向き直った。すみません、俺、勢い余ってすごいことを。うん、いいの。嘘でも嬉しかった。嘘だなんて。さあ、ご飯にしましょう。やっと帰ってきたんだもんね。うっすらと目元に浮かんだ涙を拭い、パッと明るい笑顔を浮かべたよしこさんは、エプロンを締め直していそいそと台所へ。その後ろ姿を見ながら、俺は抱きしめたい衝動を必死に抑えていた。自分でも気づかないうちに、俺はこんなによしこさんのことを。さっきの言葉は嘘なんかじゃない。俺の本心だった。それをどう伝えたらいいものか。悩みながら食卓に着いた。こうしてあっという間に時間は過ぎ、俺は約束していたよしこさんの自宅へ。よしこさんの父親、三井常雄は三井産業創業者。体調を崩して一線を退いた後は、自宅で顧問を務めながら療養生活を送っていた。それで、よしことの結婚を認めてほしいと。はい。約束通り、よしこさんの父である前社長に会いに来た俺は、緊張の面持ちで口を開いた。自分はまだまだ未熟者ですが、公私ともによしこさんと支え合いながら生きていきたいと思っています。ほう。どっかりと座った応接室のソファーで、挑戦的な笑みを浮かべるお父さん。よしこさんはお母さんと別室で待機するように言われていた。俺は不安そうな表情を浮かべていたよしこさんを安心させるようにうなずき、この応接室に入ったのだった。妻に聞いたよ。君は特に家柄も学歴も秀でたところはないとね。その通りです。認めるのかね。ええ、事実ですから。俺の言葉を意外と思ったのか、目を見開くお父さん。ではなぜ娘と結婚しようと思った。我が家の財産が目的か？違います。社長の座か。それも違います。では、娘に一時的に婚約者のふりをしてほしいと、そう頼まれたんじゃないのか？その言葉に、俺は思わず表情を動かしてしまった。そんなことだろうと思ったよ。私を安心させたい。それだけじゃない。望まない結婚はしたくない。だからこそそういう話になったんだろうな。お父さん、君には迷惑をかけたな。自分が望まない結婚を君に押し付けてしまうだなんて。娘には私からきつく言って聞かせておくよ。申し訳ありません。確かに俺とよしこさん、三井社長との関係は虚偽の婚約から始まりました。お見合いの日、父を安心させたい、不要な見合いを断りたい、1ヶ月だけ婚約者のふりをしてほしい、そう請われて俺はしぶしぶ了承した。それから3週間。しかし、生活を共にするうちに
どんどん彼女に惹かれていき、心から尊敬できるよしこさんと一緒にこれからもいられたら、そんな気持ちになったんです。確かに俺はお母さんのおっしゃる通り、何もない社会人2年目の平社員です。ですが、ご両親を大切に思う心優しいよしこさん、お父さんの会社をしっかり守ろうとする厳しい社長としてのよしこさん、そして俺を大切に思ってくれる可愛いよしこさん、全部のよしこさんに惹かれ、今本当に結婚したいと思っています。君、どうかお許しいただけないでしょうか。俺がよしこさんと共に歩いていくことを。だそうだが、どうかなよしこ。お父さんがそう言うと、別室にいたはずのよしこさんがソファーの陰から現れた。え、よしこさん。りょうじくん、ごめんね、ずっと聞かせてもらってた。目にいっぱいの涙をためて、頬をあからめて俺を見るよしこさん。そしてその隣には、先日の厳しい表情とは打って変わって優しい表情を浮かべるお母さんがいた。猪瀬さん、あなたが本当によしこを思ってくれているのか、今日は見せてもらうためにお呼びしました。君の気持ちは本物だったようだね。妻やよしこから聞いていた通りだ。あなたはとても正直でした。よしこが持ちかけた虚偽の婚約のことも自分から告白なさった。よしこが言っていた通りでした。お母さんがそう言うと、よしこさんが俺に抱きついてきた。猪瀬くん、これからも娘をよろしく頼むよ。はい、ありがとうございます。満足そうに微笑むお父さんとお母さんに、俺は深々と頭を下げた。その後、俺とよしこさんはしばらくの間、今までと変わらぬ関係でいることにした。特に会社においては、婚約していることを悟られないように、必要最低限の接触しかしない。会話を交わしても業務上のものだけだ。いつか時期が来たら社員たちには報告するつもりだが、今は二人だけの秘密の関係だ。変わったことがあるとすれば。おかえりなさい、よしこさん。ただいま、りょうじくん。ごめんね、今日は私の当番だったのに。いいんですよ、こういうのは協力ですから。今後の生活を見据えて、家事全般に関しては完全に分担するようになったということ。それからよしこさんは結婚してから俺にすごく甘えるようになった。ちょっとよしこさん、そんなにくっつかなくても。何よ、これくらいいいじゃない。会社ではこんな風にできないんだから。そうですけど。それに名前、いい加減呼び捨てにしてよね。いや、急に言われても。肝っ玉はどこ行ったのよ。ほら、よしこ。そう言って嬉しそうに笑うよしこさん。俺は苦笑いしながらも、この上ない幸せを感じていた。俺がよしこさんをよしこと呼ぶのはもう少し先になりそうだ。俺の名前は安田隆。とある事務用品販売店の本社に勤める高卒社員だ。高卒であることを理由に社長の息子に見下され、いつも怒鳴られていたが、あるプロジェクトを機に俺の境遇は一変する。さらに取引先の金髪美女とのプライベートな関係も前に進むことになり。おい安田、お前またやったな。原課長、何のことですか。この企画書だよ。こんなしょぼ企画で参考商社のお偉いさんがうなずくと思ってるのか。28歳のある日、就業間際に課長がやってきて、怒鳴りながら俺の前に書類を置いた。それは俺が先週起案して決裁をもらっていた取引先との合同プロジェクトの企画書だった。でも課長もハンコ押していますよね。ハンコとか関係ないんだよ。いいか、
このプロジェクトの責任者は俺。お前のしょぼ企画のせいで親父にも参考書社のお偉いさんにも印象悪くなるのは俺なわけ。はあ、高卒のお前ごときのせいで俺の出世が遅れたらどうしてくれるんだ。今日中に作り直せ。課長がそう言い捨てた瞬間、終業のチャイムが鳴った。課長は俺をにらみつけて帰っていった。俺は仕方なく残業して企画書の修正に取り掛かった。原課長は社長の息子で、親の七光のおかげで30歳という若さで課長に昇進。勤務時間中は誰かを怒鳴って鬱憤を晴らしてるか、タバコを吸ってるかで、いてもいなくても変わらないというより、いるだけ迷惑な人間だ。俺は高卒だという理由で原課長に見下されてた。確かに学歴は低い俺だが、それを理由に自分が劣っているとは全く思ってない。この会社に入るのに死に物狂いで勉強したし、就職してからも大卒に混じって18歳から働くのは本当に大変だった。俺はある理由で実家や親戚には全く援助を頼めなかったから、未成年ながら一人前の大人として振る舞って社会に溶け込まなくちゃいけなかった。それだけ努力して今の俺がある。それを親の七光でしか威張れないようなやつにぶち壊されるなんて絶対に嫌だ。そんな反骨心で俺は今まで辞めずに頑張ってきた。その1週間後、参考商社との打ち合わせがあった。俺と原課長で相手の会社ビルに向かった。待っていた3名の取引先の担当者は全員が外国人だった。男性が2人、女性が1人、全員金髪のイケメンと美女だった。遠目からでも鼻が高くすらりとしたエリート感が見て取れる。3人は俺たちに気づくとにこやかに会釈した。俺と同じで原課長も参考商社のオーラを感じ取ったみたいだった。それで焦ったんだろう。急に大きい声で俺に向かってこう言ってきた。おいお前、このプロジェクトどうしても参加したいって熱意があるんだったな。え？だったら俺の言葉を今すぐ英語で通訳してみろ。突然叫び出した原課長に俺も参考商社の人たちもびっくりした。課長は日本語で自己紹介を始めた。そして呆然としている俺を嘲笑った。おい、通訳はどうした？できないのか？やっぱり高卒のバカは何の役にも立たないな。役立たずは帰れ。課長、急にどうしたんですか？参考商社さんも驚いてますし。驚くって何にだよ。外国人なんだから俺の話がわかるわけないだろう。お前今すぐ戻って英語を話せるやつを連れてこい。お前はこのプロジェクトクビだ。課長がそう言い放ち、その場の空気は完全に凍ってしまった。その時、参考商社の金髪美女が苦笑いを浮かべながら一歩前に進んだ。その瞬間、つまずいてバランスを崩して俺に倒れかかってきた。あ、大丈夫ですか？俺はびっくりしたけど彼女を受け止めることができた。金髪美女はすぐ俺から離れるかと思ったら、なんと予想外なことに俺に突然抱きついてきた。え？困惑する俺にだけ聞こえるように彼女は小声で言った。大丈夫です、私に任せてください。それから彼女はみんなに聞こえる声で言った。髪にボタンが引っかかってしまいました。すみませんが一緒に来てください。ハサミがあちらにありますので。そう言って彼女は俺に抱きついたまま俺を連れて会社の奥に歩いていった。課長はそんな俺たちを見て、なんだ日本語喋れるのかと言ってた。そして俺たちについてこようとしてたけど、2人の男性社員に止められてた。課長は下手な英語で2人に向かってもごもごと喋ってた。俺はそれを見て内心笑ってしまった。
2人の男性社員も実は日本語がペラペラだから。俺は事前に参考商社の担当者ともやり取りしてたから、向こうは日本語を話せる人ばかりだと知ってた。でも適当に犯行をしてる課長は参考商社の担当者がどんな人かも知らなかったんだ。高卒の俺を見下して自分をよく見せようとしたのかもしれないが、そのせいで課長は墓穴を掘った。しかも課長に降った罰はこれだけじゃなかった。俺は金髪美女に連れられて別の会議室に案内された。俺たちは名刺交換して、彼女の竹原という名前とプロジェクト担当課長だということを知った。竹原課長はとても落ち着いていて機転が利く人で、原課長とは大違いだ。それにこうしてゆっくりと向かい合ってみると、彼女の美しさに目を奪われた。白い肌が雪のようで、ツヤツヤの金髪が美しい。目は少し垂れ目で優しそうな印象だけど、眉毛はキリリとしていて、パッと見ただけでもエリートの自信が全身から溢れている。突然連れ出してすみませんでした。ですがあの方を抜きにしてお話ししたくて。いえ、こちらこそすみません。うちの課長があんな失礼なことを。実は私も高卒なんです。え、竹原課長もですか？そうは見えないです。見た目で学歴なんてわからないのが普通ですよ。あの課長さんは私のこと外国人とも間違えていましたし。違うんですか？母がアメリカ人のハーフです。国籍も日本ですし、日本生まれ日本育ちですよ。二人の部下は外国籍ですが、日本で暮らして長いです。でも出身や学歴と仕事ができるかどうかは関係ないです。そうでしょ？はい。私はあの方より安田さんとお仕事をしたいと思います。ではプロジェクトについてお話しさせてもらえませんか？俺たち二人だけでですか？部下は課長さんとお話ししている頃かと思いますので、本来なら全員一緒に会議をしたかったのですが、状況が状況なので仕方ありません。竹原課長はそう言って資料を取り出し、本当に企画会議を始めた。二人だけの会議は円滑に進んだ。安田さんの苦労をお察しします。私たちは学歴や役職ではなく、仕事の実力を評価したいと思っています。成果発表の時が来たら、ありのままを弊社と御社の上の方に伝えるつもりです。竹原課長はそう言って俺を慰めてくれた。そう言ってもらえるだけで俺は嬉しかったし、自分のやってきたことは間違いじゃなかったと思えてやる気が出た。竹原課長に送られて会社の外に出ると、原課長がイライラした様子で俺を待ってた。おい安田、お前課長さんに迷惑かけていないだろうな、と怒鳴ってくる原課長に竹原課長が淡々と言い返した。安田さんはとても素晴らしい方で、話し合いも円滑に進みましたよ。迷惑だなんてとんでもない。それよりも私の部下はいかがでしたか？高卒の私と違って大卒の優秀な者たちですが、課長さんのお眼鏡にかないましたか？それはもちろんだ。おい帰るぞ安田。え？はい、それでは失礼します。逃げるように帰った原課長に続いて俺も歩き出した。参考商社のビルが見えなくなったところで課長が俺に言った。お前なんで参考さんはみんな日本語話せることを先に言わないんだ。そのせいで俺が恥かいただろうが。理不尽に怒鳴ってくる原課長。竹原課長に言い返されて少しは考え直したかと思ったのに、全く反省する気のない態度に俺は呆れた。原課長は会社に戻ってからも部下や社長に向かって、今回の会議は俺のおかげで大成功だった、参考商社のお偉いさんも俺の企画が素晴らしいと褒めてくれた、ということを言いふらしていた。だけどそれは嘘だと俺は知ってた。その後俺と竹原課長はビジネスメールのやり取りをするようになってたから、
竹原課長の部下と原課長の会議がどんな惨状だったかも教えてもらっていたんだ。それによると、原課長は自社の企画案を一つも知らず、資料すら持ってきていなくて、思いついたまま口頭で話すだけだったという。しかもその内容も実現性のない話ばかりで、この人は本当にプロジェクトを成功させる気持ちがあるのかと疑問を抱くようなものだったという。しかも2回目以降の会議に原課長は出席せず、俺に全部押し付けてどこかでサボるようになってた。このことを今の段階で俺から社長に言ったとしても信じてもらえるかわからない。竹原課長も成果発表の時が来たらありのままを弊社と御社の上の方に伝えるつもりですと言ってくれたし、その時を待つことにした。それまで俺は竹原課長を心の支えにして頑張った。ビジネスメールだから色っぽい話には当然ならないんだが、彼女のメールは語尾とかから優しさがにじみ出ている。高卒という親近感もあり、俺は彼女のことが気になるようになっていった。プロジェクトが成功したら打ち上げに行きましょうねという約束をしてもらって、俺を気遣ってくれてるのがよくわかった。その時が来たら俺は竹原課長にもっと近づいてみようと決意した。そしてプロジェクト成果発表の日、我が社と参考商社の社長もやってきて、俺と竹原課長は準備万端で発表に臨んだ。原課長は父親の社長に自分の成果を認めてほしくて必死になっている。自分がどれだけプロジェクトに貢献したかということを社長に言いまくっていた。だが発表会が始まり、竹原課長がプレゼンのパワーポイントを開くと、どういうことだ、俺の名前が入ってないじゃないか。突然立ち上がって憤慨する原課長。資料に書かれたプロジェクトメンバーの名前を見ると、我が社からの参加は俺だけということになっていた。これは一体どういうことかね。息子が侮辱されたと思ったのか、厳しく尋ねる社長。そこで竹原課長は堂々と言った。御社の原課長は最初の会議以降は会議に参加されてませんでしたので、過ちを認めて辞退されたのかと思っていましたが。過ち、息子が何をしたというんだね。そちらの安田さんや私の部下に対する侮辱的な発言です。高卒だとか外国人だとか、私たちのお客様にもそういう属性の方はいますので、お客様に対しても不誠実です。そのような方は当プロジェクトに不適格だと考えますが。竹原課長の言葉に驚愕する社長。顔を真っ青にして慌てる原課長。お前、あちらの課長さんの言うことは本当か。俺には毎回の会議でうまくやってると説明してただろう。親父、誤解だよ。お前の意見で企画がまとまったとも言っていたな。実際には会議にすら行っていなかったのか。それは…安田、君が担当者なんだろう。どうなんだ。みんなの注目が俺に集まる。俺は今までの鬱憤を晴らすつもりで言った。原課長は2回目以降の会議は全て俺に任せたと言って同席はしてくれませんでした。俺に経験を積む機会を与えてくれたのだと思っていましたが、まさか社長に嘘をついて俺や参考商社さんの成果を横取りしようと考えていたとは。俺の一言でその場は騒然となり、社長は憤慨して原課長を会議室からつまみ出した。そのまま成果発表会は進められて、俺はスカッとした気持ちで発表を終えた。その夜、俺は竹原課長と参考商社のメンバーと一緒に打ち上げにやってきた。プロジェクトの成功を祝して乾杯。竹原課長の温度とともに俺たちは乾杯する。その日のビールはこれまで飲んだどのビールよりもうまく感じた。その時俺の携帯に着信が入った。会社の電話番号からだった。電話に出た俺は驚愕した。電話を切ってからみんなに報告した。
原課長はクビだそうです。え、そうなんですか。社長さんも思い切りましたね。驚く竹原課長だったが、すぐに微笑んでいったでもよかったです。あんなひどい人が上にいる状態じゃ、できる仕事もできなくなってしまうでしょうからね。参考さんにこれ以上迷惑かけられないという面もあるみたいです。電話をかけてきたのは社長だった。今の時間まで会社の社長室で息子を叱っていたらしい。参考商社は我が社にとって大きな取引先なことと、先方の社長も実は高卒で、原課長の発言に憤慨していることなどを理由に解雇することに決まったそうだ。今まで息子のせいで大変な思いをさせてすまなかったと社長直々に謝罪もしてもらい、俺は一気に心がすっきりした。それもこれも竹原課長や皆さんのおかげです。参考さんとのプロジェクトがなければ今の俺はありません。これからは安田さんが本当の実力を発揮して活躍してくださるのが楽しみです。さあ飲みましょう。竹原課長がそう言ってくれて、俺たちは嬉しい気持ちで飲み会を過ごした。二人の男性社員は家族が待っているからと一次会で帰っていき、俺は竹原課長と二人で二次会に向かった。美しく有能な彼女が独身だというのは意外だったが、チャンスだ。課長だというからにはアラフォーかと思っていたら、彼女は意外にも34歳。実年齢よりも見た目はもっと若く見える。親の七光で昇進した原課長と違って、竹原課長は実力でその地位まで這い上がった。参考商社は7年ほど前までは知名度も低かったが、とある製品で一気に有名になった。そこに当時平社員だった竹原課長が関わっていて、それを機に一気にキャリアを駆け上がったとのこと。同じ高卒の出世話を聞くのは面白くてためになる。俺は彼女の話に聞き入った。高校卒業してすぐ18歳で社会に出て、若い女で、しかもこの見た目でしょ。だからいろいろと苦労しました。ですが今こうして課長の立場に慣れているのは、同僚や部下を信頼して協力して成果を出してきたおかげです。と語る彼女の人柄こそが出世の秘訣だと俺は思った。彼女は自分の境遇を語り終わると優しい目をして俺を見た。だから上司に抑圧されて実力を出せない安田さんを見て、自分の昔の境遇と重ねてしまって、差し出がましいとは思いながらも助けたいと思ってしまいました。そう言っていただけると嬉しいです。実際竹原課長には助けられましたし、俺も勝手ながら初めて会った時から親近感が湧いてました。マリアって呼んでください。え、私の名前です。これから堅苦しいのはやめませんか。たかしさんとはもっと気軽に話したいです。俺の名前覚えててくれたんですか。もちろんです。高い志だなんてあなたにぴったりの名前ですね。親御さんも名前通りに育ってくれて嬉しいでしょうね。マリアさんにそう言われて、俺は少し言葉に詰まった。だけど彼女が俺と親しくなりたいと言ってくれたのが嬉しくて、隠し事はしたくなかったから正直に言うことにした。実は俺、両親がいなくて養護施設で育ちました。え、生まれてすぐ施設の前に捨てられていて、たかしという名前が書かれたメモが一緒に入れられてたんです。だから両親がどういうつもりで名付けたとか喜んでくれているかとかは分かりません。そうだったんですか。私ったらこんなことを聞いてしまってすみません。いえ、謝らないでください。マリアさんにそう言ってもらえて、俺は自分の名前が好きになりました。施設では18歳になったら独り立ちして、それ以降は頼らない決まりなんです。だから仕事が辛くても絶対辞められないって決まって頑張ってきました。その結果、今ここでマリアさんという人に出会えた。
最大のご褒美が俺を待っていてくれたんです。たかしさん。マリアさんは俺の手を握った。あなたはすごいです。本当に今までたくさん苦労されてきたんですね。よく頑張りましたね。彼女の優しい声で慰めてもらうと、俺はなんだか感極まってしまった。マリアさんという人に出会えたことが嬉しくて、俺の目からは自然と涙がこぼれていた。マリアさんは俺をぎゅっと抱きしめてくれた。その後は二人だけでゆっくりと飲みながら、これまで経験してきたことや将来のことなんかを語り合った。穏やかで素敵な夜が過ぎていった。それから俺とマリアさんはビジネスでの関係以外にも関係を持つようになった。休日やアフターファイブには食事に行ったり映画に行ったり、何度かデートを重ねた後に俺は思い切って彼女に告白した。たかしさん、嬉しい。はい、私でよければ。はにかみながらうなずいてくれた彼女は今までで一番可愛くて、俺は彼女のことを一生守っていこうと心に誓った。一方、会社では原課長がいなくなったことで、俺は快適に働けるようになっていた。仕事の成果を正当に評価してもらえることがこんなに素晴らしいとは思わなかった。さらに参考商社とのプロジェクトの成功を評価してもらえて、俺は29歳で係長に昇進。それまでの俺は仕事に追われ原課長に怒鳴られる毎日で疲れ切っていた。親の七光のやつに負けるかという反骨心だけで頑張っていたけど、辛い日々だった。だけど今はマリアさんのことを考えるだけで元気が湧いてくるし、働くことも楽しいと思えている。俺の人生がこんなに明るく楽しいものになったのも、すべて参考商社とマリアさんのおかげだ。人生の転機は人との出会いなんだと実感した。マリアさんとの交際も順調で、俺の人生がバラ色に染まっていくのを感じた。交際2年で俺はマリアさんにプロポーズ。彼女はプロポーズを受け入れてくれて、俺たちは結婚した。俺の最愛の妻マリア、彼女のお腹に新しい命が宿っていると知った時は、俺は思わず泣いてしまった。俺は嬉しくて泣き笑いしながら彼女を抱きしめた。ありがとうマリア、俺自分がこんなに幸せになれるなんて想像もしてなかったよ。私もよ。タカシと結婚して子供もできて、私は今世界一の幸せ者よ。マリアはそう言いながら優しくお腹を撫でた。そんな彼女と生まれてくる家族を一生幸せにすると俺は誓った。そして今でもその誓いを破ることなく、家族を最優先で幸せに暮らしている。社長の息子の元課長は会社をクビになった後どうしていたのか知らなかったが、この前某ファミレスで働いているところを偶然見つけた。お子様ランチを食べる息子を見守りつつ、元課長を観察してみると、学生アルバイトらしき店員に叱られてペコペコと頭を下げていた。本当に人の幸せってものは学歴だけでは決まらないものだな。俺の名前は上野隆。栄養補助食品を扱う企業に就職して数年が経った。と言ってもまだ役職がつくこともなく、先輩や上司の下で学ぶ毎日だ。特に社内でも鬼上司として有名な原信子に仕事の報告をするときはいつも胃が痛い思いをしていた。だからまさか彼女がきっかけで人生が大きく変わることなど、あの頃はとてもじゃないが予想できなかったのだ。ご飯にする？それとも私？どうしてこうなった？そんな戸惑いを持ちながらも、彼女の熱い瞳を見た瞬間、何も考えられなくなった。あの日の出来事を境に俺の日常は劇的に変化していくことになるのだが。
学生時代とは違う社会人の日常についていくことに必死で、俺の生活は荒れていた。朝早くの出社から深夜近くになる残業に追われて、休日も仕事を持ち帰る日々。だが、うちの会社は決してブラック企業ではない。そんな風に仕事に追われているのは俺だけで、他の社員は通常通りのサラリーマン生活を営んでいる。どうして俺だけ仕事に追われる毎日を送っているのかというと、すべてはノーが言えない俺の性格のせいだ。子供の頃から断ることが苦手で、何でもイエスと言ってしまう。それは社会人になってからも変わることはなく、仕事の指示はもちろん、頼まれるとすでに手一杯の仕事量であっても断れない。それを先輩である松田実にいいように使われていることも分かっていた。後輩である俺に任せるべきではない仕事も松田さんは俺に振ってきていたのだから。一度だけ勇気を振り絞って話をしたことはあるが、俺は上野に期待してるんだよ。レベルの高い仕事を経験しておくのは上野にとっても悪いことじゃないだろう。成長するべき時にしておかないと、すぐに窓際族一直線だぞ。そう言われてしまえば反論することはできない。昼休憩を取る暇もない毎日に、俺の精神も体もすり減っていくばかりだった。腹減ったな。その日も俺は仕事に追われて昼ご飯を抜きにしようとしていた。弁当を買いに行く暇もないのだ。社内に栄養補助食品の自動販売機があるため、そこで昼食を済ませるのが日常化していた。自動販売機の前でいつもと同じ栄養補助食品のゼリーを購入していると、後ろから声をかけられる。それが昼食？え？振り向くと、後ろには鬼上司である原信子が立っていた。アーモンド型の切れ長の瞳にすっと通った鼻筋、陶器のような滑らかな白肌に少し厚めの唇、ストレートの黒髪を揺らして凛と歩く姿には誰もが美人だと振り返るだろう。だが一瞬にして空気はピリッと冷たくなった。原さんは美人であることよりも仕事が厳しいことで社内では恐れられている存在なのだ。彼女に書類チェックを頼んで修正が一度で終わったことはない。誰も気づかないような小さなミスまで修正を入れてくるため、原さんに書類を提出するときは誰もが怯えていた。どんなに仕事に自信がある社員でも、原さんのチェックが入った後は新入社員になったような気持ちで落ち込んで帰ってくる。まあ後々になって修正しておいてよかったと思える指摘ばかりだから、尊敬する上司であることは間違いないのだけど。原さんに声をかけられた俺は、何もしていないはずなのに何か重大なミスをしてしまったのではないかと背筋が伸びた。上野くん、ここ数ヶ月ずっと昼食をうちの商品で賄っているでしょう。はい。個人の自由だから口を出さないようにしていたけど、栄養補助食品はあくまでも補助食品よ。健全な食生活をしていることが前提で、その上で補助食品を食べなくては意味がないってこと。うちの社員であれば当然分かっていることだと思ってたけど。すみません。原さんの言うことはもっともだ。だけど仕事が追いつかなければ食事の時間を切り詰めるしか俺には方法がなかったのも事実だった。原さんは言いよどんでいる俺を見てため息をついた。昼食が終わった後、松田君と私の元に来てくれる？話をしなくてはいけないみたい。あ、わかりました。外食のランチから戻ってきた松田さんと原さんのデスクに向かう。もしかしたら仕事量が改善されるかもしれないと俺は内心期待していた。それくらい俺の精神状態はギリギリだったのだ。松田君、上野君の教育はあなたに任せてるけど、もう少しサポートに入ってあげるべきじゃないかしら。昼食を取る時間もないように見えるんだけど。俺もそう言ったんですけどね。上野がもうちょっと頑張りたいっていうもんで。松田さんから出てきた言葉に俺はぎょっとした。そうなの？
上野くん。そうだよな、上野。あ、はい。松田さんからの圧に耐えきれず、ついうなずいてしまう。そう。じゃあ、二人とも仕事に戻っていいわ。やっぱり俺は、どうしてもノーということができない。後輩に仕事を押し付けてくる松田さんも松田さんだが、それを断れない俺も俺なのだ。過労死しないよな。そんな心配をしながら、俺はその日も深夜まで残業をして帰宅。翌日も昼食を買おうと社内の自動販売機の前に立っていると。それが昼食？え？同じように原さんに声をかけられる。一つ違ったのは、原さんの手には小さなトートバッグが下げられていることだった。原さんはそのバッグをゆっくりと俺に差し出した。私の忠告が分かってないみたいだから。俺は彼女の言葉が分からず、差し出されたバッグを受け取ることができない。私が作るわ。原さんはぐっと俺にバッグを押し付けると、その場を後にしてしまう。え、原さん！声をかけても振り返ることなく歩いていってしまった。その場に残された俺は、渡されたバッグの中を開けて驚愕した。中にはわっぱのお弁当が入っていたからだ。まさか買ってきてくれたのか。そう思ってお弁当を開けた俺はさらに驚くことになる。わっぱのお弁当にはゆかりとわかめのおにぎり、焼き鮭と煮物、卵焼きにほうれん草のごまあえが添えられていた。どう見ても手作りのお弁当。あの鬼上司の原信子が俺に弁当を作ってきてくれたのだ。溜まっていた仕事のことも一瞬忘れて、俺は彼女の手作り弁当を頬張った。おいしい。手作りの優しい味が心に染み渡る。俺は数ヶ月ぶりに食事といえる食事をした。原さんの手作り弁当を食べたからなのか、午後からは嘘のような集中力が出て、俺は久しぶりに残業をせずに就業することができた。彼女が言っていた通り、きちんとした食事を体に入れることは、仕事をする上でも重要なことだったのだ。生活を見直さなくちゃいけないな。そう感じた翌日、俺はまたもや驚くことに。新たに小さなトートバッグを渡されたからだ。昼休み、原さんに洗ったお弁当箱を返すために声をかけると、え、原さん、これは。お弁当。どうせ今日も自動販売機でうちの商品を買おうとしてたんでしょ？生活を見直そうと感じてもすぐにはできないものだ。原さんに俺の考えはしっかりと見抜かれていた。思わず目をそらした俺にクスッとした笑い声が聞こえる。原さんは俺を見て淡く微笑んでいた。ドキッと胸が高鳴る。自分の分を作るついでだから、部下の管理は私の仕事でもあるしね。俺は彼女の笑顔に見とれてしまい、何も言うことができなかった。原さんは昨日と同じようにぐっとバッグを押し付けた。それからというもの、原さんは俺に毎日手作り弁当を作ってきてくれるようになった。朝に出社するとデスクにはバッグが置かれており、俺は就業時に洗ってきた弁当箱を原さんのデスクに置いて帰宅する。痩せこけていた俺の体は元通りに戻り、仕事も残業する時間が少なくなって、睡眠もしっかりと取れるようになった。すべては原さんの手作り弁当のおかげだ。何かお礼をしなければいけないと考えていた頃、社内で飲み会が企画された。新製品の売り上げが良かったことから、急遽慰労会を開催することになったのだ。原さん、大丈夫ですか？慰労会当日、縁も竹縄となりお開きに近づいてきた頃、女子社員の心配する声が上がった。原さんという言葉に思わず声がした方を見ると、珍しいことに彼女が酔っ払っていた。何回か飲み会で原さんを目にしてきたが、ここまで酔った彼女を見たことがない。眠たげに目をこする彼女にはいつもの冷たい雰囲気が消えていて、色気を漂わせていた。どこからか
男性社員の生唾を飲む声が聞こえてくる。すみません、私が飲めないって言った分、部長から継がれてたお酒を全部飲んでくれたから。大丈夫大丈夫、もうタクシーで帰るから。女性社員への受け答えはできているものの、足元をふらつかせながら原さんは一人で帰ろうとしていた。原さん、俺も一緒に帰りますよ、危ないでしょ。そんな原さんの腕を松田さんが強引に引っ張った。その目は男の顔になっており、俺は彼に対して今まで感じたことがないような嫌な気持ちになった。あれだけ仕事を押し付けられても、ここまで彼を不快に感じたことはない。大丈夫だから。松田さんはそのまま原さんの乗るタクシーに強引に乗り込んだ。その時一瞬彼女と目が合った。潤んだ瞳は俺に何かを訴えているような気がした。でも俺の勘違いだったら。俺は傷つくことが怖くなって目をそらしてしまったのだ。バタンとタクシーのドアが閉まる音がして、車は動き出した。走り去る車を情けない気持ちで見送っていると、ぽつりと女性社員がつぶやく声が聞こえた。もしかして原さん、松田さんにお持ち帰りされちゃった？その言葉を聞いた時、俺は自分の気持ちの線が外れたのが分かった。もう後には引けない。俺は挨拶もそこそこにすぐにタクシーを捕まえると、原さんが向かった方向に車を走らせた。車内で原さんの電話番号を鳴らす。不思議と出てくれる確信があったのだ。もしもし。ろれつの回らない声で原さんが電話に出た。上野です、心配なんで俺が家まで見送ります。原さんのタクシーを追いかけてるので、止まって待っててもらえますか？うん。5分ほどまっすぐ進むと、1台のタクシーが道路沿いに止まってるのが見えた。俺はタクシーを待たせておくと、原さんたちが乗っている車のドアを開ける。俺が送ります。開口一番にそう告げると、酒も入っていることからか、松田さんがムッとした顔を見せた。はあ、お前何言ってんの。俺が原さんを見送るんで大丈夫です。俺、彼女とはそういう仲なんで。え？車内の空気が変わったのが分かった。驚く松田さんだったが、原さんは俺の意見を否定しない。ここまでありがとうございました。松田さんは俺が乗ってきたタクシーで帰ってください。俺は言い切った。俺が彼にここまで強気に出たことはない。目を丸くした松田さんだったが、しぶしぶとタクシーを降りていく。なんだよ、すでにお手つきだったのかよ。ぽつりとつぶやく松田さんの声を最後に、俺はタクシーのドアを閉める。原さんの家まで向かう車内は、二人ともお互いに無言だった。タクシーが彼女の家の前で止まる。原さん、気をつけて帰ってくださいね。俺がそう告げると、原さんはぽつりとつぶやいた。どうして家まで送ってくれたの？私、大丈夫だったのに。それは、原さんには仕事だけでなく、お弁当のことでもお世話になってるし、お礼がしたかったんです。お礼だけ？え？俺を熱い目で見つめてくる原さんは、普段の冷たさなど一切感じさせない雰囲気だ。しんとした空気の中、俺は息を吸って一呼吸置く。そして彼女に思いを伝えようとしたその時、ぐーっと場違いな音がその場に鳴り響く。間違いなく俺のお腹の音だ。耐えきれないように原さんが笑い出した。満面の笑みを見せる彼女に胸のときめきが上昇していく。顔が熱くなっていくのが自分で分かったほどだ。それは決して恥ずかしくなって出てきた感情ではない。会社の飲み会、上野くんはほとんどお酒に回って食べることができないものね。知ってたんですか？上野くんのこと、入社してきた時からずっと気にかけてたの。不器用な人だと感じたから。最初は部下として心配だっただけなんだけど、
がむしゃらに頑張る姿を見ていたら目が離せなくなってた。原さん。でも私は上司だし、余計な言葉をかければあなたをただ困らせるだけになると思ったの。上野くんってノーが言えない人でしょ。はい。ノーが言えない上野くんに気持ちを伝えてイエスと言ってほしくなかった。でも仕事で痩せこけていくあなたを見ていられなかったの。絶対に断られない自信があったからお弁当を渡すことにしたの。原さん、それって。私はあなたのことが好きなの。俺も原さんが好きです。俺は確かにノーが言えない性格だけど、原さんだけは誰にも渡したくありません。松田さんにだって。くすっと笑って原さんはタクシーを降りた。続きは家で聞かせてちょうだい。あなたのお腹も限界だろうから。この時運転手さんに、よ、お暑いねと言われたのは余談である。ガチャリと部屋の鍵を開けて原さんは振り向く。ご飯にする？それとも私？もちろん原さんと言いたいところだったが、空腹だったのも事実だった。言い淀んでいる俺を気にすることなく、原さんは冷蔵庫を開けて食材を確認している。鼻歌まで歌って上機嫌だ。10分もしないうちにテーブルには白米と味噌汁、そして数種類の和食のおかずが並んでいた。いただきます。美味しいご飯と温かい原さんの雰囲気に俺は安心を感じていた。だからなのか、食べ終わった俺を急激な眠気が誘い、あろうことかそのまま朝を迎えてしまったのだ。男として情けないと感じたが、すでにあのタクシーの中でお互いの気持ちは確認できていた。彼女の家で手作りの朝ごはんを幸せな気持ちで食べていると、心配そうな顔で原さんが問いかけてきた。松田君のことだけど、あなたに仕事を押し付けているでしょ。私から人事に行って彼を他部署に。待ってください、さすがにそれは。でも許せないの。仕事に手を抜くだけでなく部下に押し付けているだなんて。それは俺が断らなかったのもいけなかったと思ってるんです。だから俺がきちんと松田さんに断るまで少し待ってください。上司とはいえ好きな女性の手を借りるなんてやっぱり情けないじゃないか。原さんのためにも俺は松田さんにノーを言うことを決意。原さんと付き合うことになってから数日、俺は松田さんと向かい合っていた。松田さん、書類の計算終わったのか？だったらこの書類の。いえ、この書類の計算は松田さんが担当のものなので、ご自身で行ってください。は？他にも、この取引の書類も松田さんの担当ですよね。俺は、俺の担当取引のことで手がいっぱいなのでできません。え、でも今までは。今までは今までで、これからはこれからです。もしも文句があるようでしたら、取引先の方も含めて話し合いましょう。納得できないのであれば、上司を交えてでも結構です。お、わかったよ。正直納得できないといった顔つきだったが、さすがにそれはできないと感じたのだろう。それから松田さんが俺に仕事を頼むことはなくなった。原さんと付き合ったことで、俺は自分に自信を持てた。そして人生で初めてノーを人に言うことができたのだった。彼女との交際を続けて2年が過ぎ、3年目に俺はプロポーズを決意した。結果はもちろんイエス。今でも信子さんからの手作り弁当は毎日続いている。息子が生まれたことで弁当箱の数が増えたが、彼女が作った大中小のわっぱの弁当を見るたびに俺は幸せを感じていた。今朝もキッチンから聞こえてくる彼女の鼻歌に息子と一緒に耳を傾ける毎日だ。俺は武田守、34歳でゴミ収集の仕事をしている。担当地域が変わった初日、病院のゴミ捨て場に美しい女医の美代子がいた。ところがその半年後、美代子は突然姿を消す。もう一度美代子に会いたい、そんなことを考えていたある日、
俺たちは温泉旅館で偶然再会した。そして美代子は姿を消した理由を語り始めた。美代子との出会いは最悪だった。その日、俺は初めて回るコースで美代子の働く病院へ。病院の敷地には大きな桜の木があり、晴れ渡る青い空に満開の桜がこれでもかというくらい美しく咲いていた。すると、そこに桜の花に負けないくらい美しい白衣の女性が。それが美代子だった。長い白衣を着ているということは女医だろうか。ドキドキしながら見つめていると、美代子が視線に気づいた。何か。想像していたよりもはるかに冷たい声に、俺は少したじろいだ。ゴミの回収に来ました。帽子を取って挨拶をしたが、美代子の視線は冷ややかだった。キュッと上がった目尻の大きな瞳は目力が強く、俺はたちまち萎縮。はっと息を呑むような美しさは、怖ささえあった。俺が急いでゴミを回収して立ち去ろうとしたその時、美代子の肩に桜の花びらが舞い落ちた。すみません、俺は手袋を外し、花びらを取ろうと美代子の肩に手を伸ばした。その瞬間、美代子の顔つきが変わった。触らないで！俺はあまりの迫力に驚いて、すぐに手を引っ込めた。美代子はそのまま足早に病院の中へ。満開の桜の花びらが風に吹かれて舞い散る中、胸の痛みだけが俺の心に残った。その日以降も何度か美代子を見かけたが、俺はその度に逃げるようにゴミ回収を。ところがある日、とうとう美代子が俺に声をかけてきた。俺はまた怒られるのではないかと思い、聞こえないふりをしてその場から去った。美代子を見たのはそれが最後。翌日、美代子は姿を消した。一体どこに行ったのだろうか。そう思っていると、お高く泊まっている女医がいなくなってせいせいしたと、看護師たちが笑いながら話しているのが聞こえてきた。どうやら美代子は病院を去ったらしい。これで美代子と顔を合わさずに済むと安心したが、俺は心の奥がチクッと痛むのを感じた。そして半年後、俺は趣味でもある一人旅で訪れた温泉旅館で、ある奇跡に遭遇した。露天風呂から上がった俺は、同じタイミングで女湯から出てきた美代子を見て、腰を抜かすほど驚いた。この半年間、俺はずっと美代子のことが頭から離れなかったからだ。もう一度、美代子に会いたい。そう思っていたら、本当に美代子が現れた。俺が口を開けて突っ立っていると、美代子が目を潤ませながら、やっと会えた。美代子は俺の手を取り、俺を連れて自分の泊まる部屋へ。部屋の扉を閉めると、深々と頭を下げた。ごめんなさい。わけがわからずその場に立ち尽くしている俺を、美代子がじっと見つめた。私のことを覚えてますか？相変わらず力強い眼差しだったが、あの時のような怖さはなかった。高瀬美代子と言います。あの病院で医師として働いていました。覚えてますよ。俺は武田守です。ごめんなさいって。あの日、武田さんは私の肩に乗った花びらを取ってくれようとしたんですよね。私、後でそのことに気づいて、すごく失礼なことをしました。美代子は申し訳なさそうな表情でうつむいた。あの後、何回か話しかけようと様子を伺っていたんですが、私のことを避けてましたよね。ああ、はい、すみません。謝らないでください。悪いのはこちらなんですから。突然あんな風に言われたら嫌な気持ちになるのは当然です。苦笑いする美代子を前に、俺はふーっと大きく息をついた。ああ、よかった。俺ずっと気になってたんです。怒らせちゃったままあなたがいなくなってしまったので。それよりここで何を？毎年一人旅でここに来てるんです。ストレス発散というか気分転換です。どこかで医者を続けてるんですか？医者は辞めました。どうして？向いてないと思ったんです。私、
男性恐怖症で。そう言って美代子は小さなため息をついた。職業柄男性患者ともたくさん触れ合ってきました。最初のうちは我慢してたんですが、その男性たちが過剰に私に接してこようとしてきて、触診中に口説いてきたり、ことあるごとに美代子を呼び出す患者もいたらしい。こんな美人がいたら男性患者が声をかけたくなる気持ちもわかる。美代子にはそれが耐えられなかったようだ。しまいには退院した後に私につきまとう人まで出てきました。だから本当は続けたかったんですが。美代子の悲痛な表情は見ているこちらまで胸が苦しくなった。あの日過剰に俺を拒絶したのには深い理由があった。そうとは知らず俺はなんて軽々しい態度を。俺の方こそ何も知らずに肩に手を伸ばしてすみませんでした。怖かったですよね。はい、少し。でもあの後何度か武田さんの様子を見ていて気づいたんです。武田さんはそんな人じゃないって。俺が毎回ゴミ捨て場に来ている人たちに自分から挨拶していたり、入院している子供たちに手を振っているのを見て印象が変わったと美代子は教えてくれた。とても誠実な方なんだなと思いました。なんだか私の周りにいる男性とは違ったんです。美代子は顔をあからめながらにっこりと微笑んだ。武田さんにもう一度会えてよかった。その笑顔に俺の心は一瞬で打ち抜かれた。俺が胸を押さえていると心配そうに美代子が俺を見つめた。大丈夫ですか？お体の具合でも。大丈夫です俺が笑ってごまかしていたその時、扉の向こうでドタンと何かが倒れる音が。慌てて外に出ると浴衣を着た高齢の女性が倒れていた。大丈夫ですか？美代子はすぐに女性の元へ駆け寄った。俺が驚いて固まっていると美代子が俺を呼んだ。武田さん、私の部屋の冷蔵庫から水とタオルを、その後フロントに電話して救急車を呼んでもらってください。俺は美代子の指示通りに動いた後、美代子と女性の様子を見ていた。女性はどうやら長風呂でのぼせてしまったらしく、美代子は救急車が来るまで女性に寄り添い続けた。大丈夫ですよ、何も心配いりません。美代子は優しく微笑んで、救急隊員が来た後も彼らに的確な指示を出していた。一連の出来事を見ていた俺は、女性が病院へ運ばれた後で美代子に言葉をかけた。美代子さん、やっぱりあなたは医者を続けるべきだ。え？やめたことを後悔してるんですよね。美代子は黙ってうなずいた。さっきの姿を見て思いました。美代子さんは医者でいるべき人だということを。確かにこれからも美代子さん目当てで近づいてくる男はたくさんいると思います。これだけ美しい女性を男たちが放っておくわけがない。たとえ美代子が医者を辞めたとしても必ず男性恐怖症とは向き合わなければいけないのだ。この世に男性がいる限り避けては通れないんです。美代子さんが少しでも医者に戻りたいと思っているなら諦めちゃいけない。俺がここまで言うのには理由がある。俺は学生時代陸上部に所属していた。将来を期待された選手だったが、交通事故に遭って怪我をしたことでその道を閉ざされた。志半ばで夢を諦めざるを得なかった俺にとって、夢を諦めることがどれだけ辛いことか痛いほどわかる。だからこそ美代子にはここで諦めてほしくなかった。ゆっくりと顔を上げた美代子は俺の真剣な表情を見て小さくうなずいた。武田さん、ありがとうございます。私まだ医者を続けたい。美代子の目にはうっすらと涙がにじんでいた。美代子さんなら大丈夫、あなたは立派な医者です。美代子はその言葉を聞いて静かに涙を流した。旅行から帰った後、美代子は働いていた病院に復帰。美代子が元気に働く姿はいつしか俺の励みになっていた。そして俺たちは旅行が終わってから急激に距離が縮まった。二人で食事をしたり、
一緒にどこかへ出かけたり、出会った頃に抱いていた警戒心もすっかり消えたようで、美代子は俺に心を開いてくれるようになった。ところが復帰して1ヶ月を過ぎたあたりから、美代子が徐々に痩せて体調を崩し始めた。心配でいろいろ尋ねても、美代子は忙しいからの一点張り。俺は美代子がそう言うならと、それ以上問い詰めることはしなかった。しかしある朝、ゴミ収集に来た俺は涙を流す美代子を見かけた。美代子さん。俺が声をかけると、美代子は慌てて涙を拭いた。武田さん、おはようございます。どうしたんですか？何があったんですか？何でもないです。じゃあ。俺は急いで病棟へ戻ろうとする美代子の手をとっさに掴んだ。そんなはずないでしょ。美代子さん、話してください。俺はあなたの味方です。武田さん、実は私ね。その時、同僚が大きな声で俺を呼んだ。あ、すみません、行かなくちゃ。夕方また来ます。その時に必ず聞きますから。俺は急いでゴミ収集車に戻った。そして仕事を終えた俺は急いで病院へ。すると、ゴミ捨て場のそばで看護師たちが話す声が聞こえてきた。まったく、なんであの女は戻ってきたのよ。本当に嫌になっちゃいますよね。せっかく瀬尾先輩が辞めるように仕向けたっていうのに。あの男がしっかりつきまとわないから、今度の男にはもっと過激に追い詰めるよう言わないと。俺は3人の若い看護師たちの話を聞いて青ざめた。美代子が病院を辞めたのは、看護師たちが仕向けた嫌がらせが原因だったのだ。今まで男性恐怖症だったくせに、最近は積極的に男に話しかけて、どういう風の吹き回しかしら。あれじゃないですか、そろそろ30歳になるから独身じゃまずいと思って男を漁ってるとか。ありえる。必死になっててかわいそう。看護師たちはゲラゲラと下品な笑い声を上げた。俺はその話に我慢できなくなって、ゆっくりと彼女たちに近づいた。あの、ちょっと話が聞こえてきたんですが、それって美代子さんのことですよね。俺が突然話に入ってきたので、三人は眉を潜めた。どちら様ですか？面会か何か？三人のうちの瀬尾と呼ばれていた女性が、いぶかしげな眼差しを俺に向けた。俺はここにゴミ収集に来ているものです。今日は美代子さんに会いに来ました。ああ、言われてみれば。それより今、あの女に会いに来たって言いました？はい。ちょうどよかった。あなたみたいな人を探してたのよ。あの女をここから追い出したいの。協力してくれませんか？瀬尾は先ほどとは打って変わって目を輝かせた。なぜそんなことをするんですか？美代子さんがあなたたちに何かしたんですか？別に、ただ虫がつかないだけ。虫がつかない。たったそれだけの理由で美代子さんを苦しめていたなんて。いつも平静を装ってるあの女の苦しむ表情がたまらないの。だからもっと苦しめて早くやめさそうと。嬉しそうに話す瀬尾を見て、俺は愕然とした。まるで自分が正しいとでも言わんばかりに、その後も美代子の悪口が止まらない。俺は奥歯を食いしばりながら、怒りに震える拳を握りしめた。なあ、それ本気で言ってるのか？は？当たり前じゃない。まさかそんなことを言われるとは思ってもいなかったのだろう。瀬尾は何が悪いのか全く分かっていない様子だった。おかしいよ、あんたら異常だ。俺は三人をにらみつけた。今まで美代子さんがどれだけ辛い思いをしてきたか。毎日恐怖と戦って、それでも前を向いていこうと必死なんだぞ。俺が声を荒げて近づいていくと、彼女たちは途端に青ざめて体をこわばらせた。なんなの？これ以上近づいたら人を呼ぶわよ。俺は足を止めると大きくため息をついた。なあ、わかるか？あんたらが美代子さんに対してやってきたのはこういうことなんだよ。美代子さんは一人でずっと怖い思いをしてきたんだ。
彼女たちはようやく事の重大さに気づいたようで、俺から目をそらした。俺は最近、美代子さんから君たち看護師の話も聞いてるよ。どんなに忙しくて大変でも、私の周りには優秀な看護師たちがいるからって。二人で食事をしているとき、美代子はいつも周りに助けられてると嬉しそうに話していた。一緒に働いてる看護師たちのおかげで今の自分がいるって。それから瀬尾さん、美代子は君のことを本当によく褒めていたよ。え、私？瀬尾さんっていう子は周りの後輩にも慕われていて、いつもお元気で、瀬尾さんがいるだけで周りがパッと明るくなるって。俺はあの時の美代子の嬉しそうな顔を思い浮かべた。私も瀬尾さんみたいな人になりたいって言ってた。俺はそれを聞いて、瀬尾さんはとても素敵な女性なんだなって思ってたよ。そんな、私は。瀬尾は膝から崩れ落ちた。一粒の涙が地面にポタッと染み込んだかと思いきや、今度は顔を歪めてワンワンと泣き始めた。だって全部あの女が悪いのよ。あの女がいなかったら今頃私たちは。瀬尾はヒックヒックと息苦しそうに泣きながら必死に言葉を続けた。私は去年婚約者に振られたの。原因はあの女よ。病院に来た彼があの女に一目惚れして。婚約者に振られた瀬尾はその時から美代子に敵対心を抱くようになった。表面上は従順な看護師を演じて、裏では数々の嫌がらせ。美代子が瀬尾の婚約者になびくことはなかったが、瀬尾の怒りは収まらなかった。どうにかしてあの女を苦しめたかった。私と同じ苦しみを味わわせたかったのよ。瀬尾は大声で泣きわめいた。きっと瀬尾自身もたくさん苦しんだのだろう。だからといって美代子を苦しめていい理由にはならない。俺が瀬尾に言葉をかけようとしたその時、後ろから誰かが近づいてきた。振り返るとそこには美代子がいた。美代子さん。話は全部聞いたわ。実は最近また誰かにつきまとわれていたんだけど、原因が分かってよかった。俺に朝話そうとしていたのはこのことだったらしい。美代子はゆっくりと泣き崩れる瀬尾に近づいた。何よ、私は謝らない。絶対に謝らないんだから。泣きわめく瀬尾の前に美代子はそっと手を差し伸べた。瀬尾さん、辛かったのね。そんな瀬尾さんの気持ちに気づけずにいてごめんなさい。瀬尾は驚いてピタッと泣くのをやめた。でも私はここをやめない。ここで医者としてもう一度働きたいの。だから瀬尾さん、私と一緒にまた働いてくれる？美代子は瀬尾に優しく微笑みかけた。ねえ瀬尾さん、お願い、顔を上げて。私は瀬尾さんと一緒に働きたいの。瀬尾はゆっくりと顔を上げると微笑む美代子を見て、再び顔をくしゃくしゃにして泣き出した。美代子先生、ごめんなさい、ごめんなさい。いいのよ、私たち一緒にやり直しましょう。瀬尾さんは優秀な看護師なんだから、私のそばにいてもらわないと困るわ。瀬尾は美代子の手につかまって立ち上がると、美代子に抱きついて声が枯れるほど泣いた。こうして美代子への嫌がらせはなくなった。美代子は悩みが消えたことで少しずつ体調も回復、再び元気に働き始めた。あのあと瀬尾たちは改めて美代子に今までのことを謝罪。美代子は3人と無事和解した。瀬尾は美代子を慕うようになり、美代子の元で今まで以上に働くようになったらしい。二人で食事をしているとき、美代子がニコニコしながら俺に話してくれた。みんなと仲良くなれたのも武田さんのおかげです。ありがとうございます。いやいや、美代子さんがきちんと本音で向き合ったから、瀬尾さんたちも心を開いてくれたんだよ。本当に良かった。俺が笑顔を見せると、美代子が俺をまっすぐ見つめた。実は、私ね、もう一つ隠してることがあるんです。え？不安そうな顔をする俺の手を美代子がそっと握りしめた。
私、どうやら一緒にいるうちに武田さんのことを好きになってしまったみたいなんです。赤い顔で俺を見つめる美代子は今すぐ抱きしめてしまいたいほど可愛かった。俺はその衝動を必死に抑えながら美代子の手をそっと握り返した。俺も美代子さんのことが好きです。美代子さん、俺と付き合ってください。はい、よろしくお願いします。でも。でも？これからは美代子って呼んでほしいかな。はにかむ美代子を見て俺はこれ以上ない幸せを感じていた。俺たちはその後半年の交際期間を経て結婚。俺も美代子も結婚にはそこまで焦っていなかったが、看護師たちが子供を産むことも考えたら早い方がいいと俺たちをせき立てた。結婚式では俺たちよりも看護師たちの方が号泣し、いつでも美代子が産休を取れるように頑張って働きますと口々に言う始末。美代子が安心して子作りに励めるねというので、俺は顔から火が出るほど真っ赤になった。看護師たちに支えられながら、美代子は今日も元気に働いている。俺もそんな美代子を見ていたら、今まで以上に仕事に気合が入るようになった。俺たちはこれからも幸せな毎日を送れるよう、二人で寄り添い、励まし合いながら生きていく。俺の名前は佐田匠。広告代理店に勤める営業マンだ。新卒で入社してから数年間は、仕事に追われてとにかく忙しい日々だった。一人暮らしのアパートには寝るために帰るだけ。小学生の頃からずっと続けていた水泳も一時的にやめなければならないほどだ。ようやく時間的な余裕ができて、久しぶりにジムに通い出してみればあんな場面を目撃してしまうとは。だけどその騒動の間、俺はずっと切なく甘い気持ちに包まれていたんだ。え、お前結婚するのか？学生時代の友人たちとの飲み会、そこで俺は親友の佐あたりから衝撃的な報告を受けた。そんなに驚くことかよ。俺たちももう28だぞ。俺んとこは高校の時から付き合ってるんだから、むしろ遅いって突っ込んでくれよ。そっか。そうだったな。おめでとう。ずっとつるんできた友達の結婚報告は、感慨深いものがあった。もちろん嬉しいけれど、寂しいような、友達ばかりが先に大人になって、俺は置いていかれるような。それから、独り身でいることへの焦りも。俺には恋人がおらず、というか、過去に一度も、いたためしがなかった。たくみも、襟好みばっかしてないで、まずは彼女作れって。襟好みしてるわけじゃねえよ。仕事が忙しくて、それどころじゃないんだよ。笑いながら言うさあたりに、俺は言葉を濁した。そうだ、出会いがなかったわけじゃない。俺は飛び抜けてルックスがいいとかではないが、顔もスタイルも人並みだと思っているし、告白されたこともある。襟好みとは意味合いが違うんだ。違うけれど、俺は確かに選んでいたんだろう。その翌日、土曜日で会社が休みだったため、俺は昼近くまでたっぷり眠り、昼飯を簡単に済ませてから出かけた。へえ、同じ系列店でも雰囲気が違うんだな。自動ドアをくぐり抜け、室内を見回して、俺はつぶやいた。通勤路の途中にあるスポーツジム、ずっと気になってはいたが、足を踏み入れたのはその時が初めてだった。俺はよちよち歩きの頃から海が好きだったそうで、水泳に興味を持ち始めたのはごく自然な流れだったと言える。実家の近くには老舗のスポーツジムがあり、俺は小学校に上がると早速施設内のプールに通い始めた。水泳教室に入り、インストラクターについてもらった俺はめきめきと上達。中学時代、高校時代には何度も県大会に出場して上位に入賞した。社会人になっても続けるつもりだったが、働くことは予想以上に厳しく、あまりの忙しさと疲れでプールから離れざるを得なかった。
やがて仕事を効率的にこなせるようになり、時間を作れるようになったので、数年ぶりに戻ってきたというわけだ。受付を済ませ、いざ更衣室へ。正直、沢渡の結婚報告にモヤモヤを覚えたことは否めない。それを吹き飛ばしたくて、水泳を再開しようと思い立った部分は大いにあった。でも、ガラス越しにプールを眺める俺の中には、純粋に泳ぎたい衝動が湧き上がってきていた。とにかく早く水に身を沈めたい。両腕が水をかく感覚を今すぐ味わいたい。足早にシャワールームの前を通りかかった時、ごめんなさい。突然開いたドア。寸前で足を止めたから免れたが、ワンテンポ遅かったら完全に顔面を強打だ。中から出てきたのは、俺と同年代の女性。シャワーを浴びて帰るところだったらしく、すっかり化粧を落とし、その方が桃色に蒸気していた。ミキ。気が強そうに上がった眉。でも美しい顔出して、その名前の通りに高貴さを感じさせる。高校を卒業するまではしょっちゅう見ていた顔だった。匠、嘘でしょ。ミキは目を見開いて驚いていたかと思うと、突如奇声を上げて腕で顔を隠す。風のように素早くドアの内側に身を潜ませてしまった。じゃあ何じっと見てるわけ、変態。わずかに開いたドアの隙間からミキが威勢よくわめく。ああ、なんだよ変態って。服着てない状態を見たわけじゃあるまいし。成人女性にとってすっぴんを見られるのは一糸まとわぬ姿を見られるのに等しい。いや、そんなこと言われても不可抗力だろう。そもそもミキのすっぴんなんて見慣れているというセリフは飲み込んだ。相変わらずだなと俺は内心笑いそうになった。生産性のないやりとりに呆れつつも懐かしい。ミキは実家のお隣に住んでいた、いわゆる幼なじみというやつだ。親同士が仲が良くて、幼い頃はよくお互いの家を行き来していた。ただ俺たちはどっちも減らず口というか、負けず嫌いというか、成長するにつれて顔を合わせれば言い合いばかりするようになっていったんだ。ミキに会うのは俺が実家を出て以来だから10年ぶりだ。年齢を重ねて大人っぽくなっていたが、俺にはすぐに分かった。しかし驚いたな。なんでまたこんなところに。お前金槌だったよな。違う、プールじゃなくてトレーニングジムの方。そういえばここにはプールだけでなく、トレーニングマシンを置いたフロアやダンススタジオなどもあるんだった。トレーニングしなくてもミキはもともとスレンダーなのにな。言っておくけど、いつもはちゃんとパリッとメイクしてるから。なあ、もうちょっと飲み物買いに行こうと思えば油断した。いつもはって結構長く通ってるのか。家から遠いだろ。あ、ひょっとして結婚したのかと喉元まで出かかって急いで飲み込んだ。何よ。何でもねえよ。俺はまた言葉を濁して本音を隠した。でも、もし実際に尋ねていたとしても答えなんか聞かなくてもわかる。沢渡が言っていた通り、俺たちはもういい年なのだ。ミキがすでに結婚してこの町で新しい暮らしを始めていたってちっともおかしいことじゃない。むしろそうじゃないと彼女がここにいる理由が説明できない。分かっていても彼女の口から答えを聞くことは耐えられそうになかった。ミキの不機嫌な声が聞こえた。何それ、変わんないね。あんたはいつもそう。言いたいこと言わないで大人ぶってるつもりか知らないけど。関係ねえだろ。そうだね、私には全然関係ない。だからさっさとそこをどいてよ。出られないじゃん。悪かったな。
俺はムッとした口調でドアの前を通り過ぎた。まさかこんなところでミキに遭遇するとは。俺は正直かなり戸惑っていて、だけど同時に嬉しさも感じていた。ここに来ればまたミキと会えるかもしれないのだ。俺はずっとミキが好きだった。でも言い出せなかったんだ。あまりにも近すぎて。もし俺たちが幼馴染同士じゃなかったら、俺は気持ちを伝えられただろう。玉砕した後でもしょっちゅう顔を合わせるしかないのはきつい。第一、昔から悪態ばかりついてきて、どの面を下げて好きだなんて言えるんだ。そんなことを考え出したら、とても告白なんてできなかった。そうやって俺がもたもたしている間に、ミキは高校3年の夏、他のクラスの男子と付き合い始めた。俺はそれを聞いて実家を離れることを決めたんだ。翌日の昼過ぎ、俺は再びジムに向かった。昨日とは確実に異なる緊張感を抱いて自動ドアをくぐり、まさかなと思いつつ、辺りをキョロキョロと伺いながら更衣室へと進んだ。しかしすれ違うのは小学生の子供ばかり。プールも覗いてみても見覚えのある姿は見当たらなかった。そう何度も偶然は重ならないよなと諦めかけた時、俺の目の前で火花が散った。うわ、ごめんって、また匠？今回はしっかりと俺の顔面を捉えたドアの向こうで、ミキが嫌そうに眉間にシワを寄せていた。彼女はまたしてもすっぴん。前回はよく見ていなかったが、シャワーを浴びたばかりの肌はゆで卵みたいにツルツルで、首元もそれから露出した腕もピカピカと光を放っている。体全体からほのかに漂う石鹸の香りは俺をどぎまぎさせた。ミキはすっぴんが恥ずかしいようだけど、俺からしたら不思議だ。化粧をしても綺麗だろうけれど、素顔のままだって十分に可愛い。お前な、人がいないか確認してからドアを開けろよ。私は常に追ってくる時間と勝負してるんだって。意味がわかんねえよ。つうか今日も化粧してないじゃんか。誰だよ、いつも完璧にメイクしてるって言ってたのは。この世に完璧なんてものは存在しない。なんだよそれ。俺はこらえきれず笑い出してしまった。昔から絶対に引かないミキ、次になんて言い返してくるのか俺はいつも楽しみだった。彼女と一緒だと俺は自然体でいられて、そんな時間が本当に愛おしかったんだ。他の女性ではこんな気持ちにならなかった。だけどミキはもう他人のもの。確認したわけではないが、そうに決まっている。会わなくなればこの思いはいずれ消えるだろうと思っていた。確かに彼女のことを考える時間は減った。でもそれは減ったように思えただけ。仕事とか新しい暮らしとか、そういったものをスコップで上乗せしていって、胸の奥の奥深くへ自分で埋めてしまっていただけのこと。忘れられない恋心は忘れられないままに俺の中でずっと息を潜めていた。伝えないことには俺はずっとこのままなのかもしれない。いつまでも前に進めない。この偶然は俺が過去を吹っ切るための運命のギフトなのかも。俺は唾を飲み込んだ。あのさ、お前言ったよな、俺がいつも言いたいこと言わないって。俺本当は。え？ミキの瞳が揺れた。そこに俺の背後から元気な声をかける人物が。たくみくん？たくみくんじゃない。振り返るとそこにいたのはスポーツウェアに身を包んだ美人。ニコニコと笑顔で手を振る彼女は俺たちと同年代に見えた。どこかで会ったような気がするが思い出せない。しかし俺の名前を呼んだということは向こうは知っているんだろう。俺がほうけていると
女性は駆け寄ってきて俺の腕を掴んだ。やだ、私のこと忘れちゃったの？服を脱いだ方が思い出すかな。え、まさか、ね、その瞬間脇腹に衝撃が走り、俺は思わずうめいた。いきなりミキが駆け出し、追い越しさまに俺の脇腹に肘を入れていったのだ。中学生みたいなことをしていきやがって。うずくまる俺にスポーツウェアの彼女は葉っぱをかけてきた。ちょっと追いかけて、彼女泣いてた。え、泣いていた、どういうことだ。俺は向かった方角の見当もつかないままに必死でミキを探し回った。ジムから少し離れた場所にある公園で一人ブランコに乗る彼女を見つけたのは探し始めてから30分後のことだ。ミキ、やっと見つけた。何、わざわざ肘鉄の文句言いに来たの？彼女、置き去りでいいわけ？いつだって強気なミキの目元が赤く腫れていた。そんな顔は初めて見た。いや違う、俺は以前にも見たことがあった。あの子は別に懐かしさで声をかけてきただけらしいし。へえ、元カノ？は、違う違う、昔同じプールに通ってた子だよ。小学3年の時だったかな。1年くらいしか習いに来てなかったけど、だからすぐには思い出せなかったのだ。あの後彼女が名乗ってくれてようやく思い出せた。ミキはびっくりしたように顔を勢いよく上げた。そうかと思うとすぐに耳まで真っ赤に染める。マジで俺の元カノと勘違いしたのか。それで泣いたの？やきもち？ミキはますます熟したリンゴみたいになって気の毒なほどだ。はあ？違うし。はあ、全くお前は。俺はため息をつきながら歩み寄り、ミキの前に立ちふさがるようにしてブランコを吊る両側の鎖をつかんだ。また逃げられたらたまらない。でもミキを責められないよな。多分さ、俺たちは似た者同士なんだ。苦笑してミキを見下ろす俺はもう何も隠すつもりはなかった。俺に元カノなんているわけない。俺今まで誰とも付き合ったことねえもん。え？眉間に深いシワを刻むミキは嘘つきと言わんばかりだ。仕方ないよな。俺の中にいる幼馴染が強烈すぎてさ、追い出そうとしても出て行きやしないんだ。何それ？ミキはうつむいた。前髪が邪魔して俺からは表情が見えなくなった。俺は鎖を握る手に力を込める。さっき言いかけたこと今言うよ。俺ミキのことをずっと好きだった。忘れようと思って実家を出たけど無理だったわ。ミキの肩がにわかに震え始めた。やっぱりね、そうかと思ってた。私モテるからさ。でもごめん。うん、分かってる。そう、似た者直しなんだよ。私も言いたいこと、一番言わないといけないこと、いつも言えなくて。分かってるって。お前本当はあのジムに俺を探しに来たんだろ。先ほどの彼女が教えてくれた。彼女は随分前からあのジムに通っていて、ミキが入会する時にも来ていた。フロントを通りかかった時に受付のスタッフとミキの会話が耳に入ったという。ミキは俺の名前を出してここに通っているかと尋ねていたらしい。俺がどこに引っ越して今はどこで働いているかなんて、おしゃべりな俺の母親や自分の両親から聞いてミキは知っていたはずだ。直接アパートに押しかけることも考えただろうが、そうすると理由を言わないとならない。
素直じゃないミキは偶然を装って再会しようと目論んだ。そしてあのスポーツジムに目をつけたんだ。そうしていつやってくるか、本当にやってくるかもわからずに俺を待ち続けた。顔を上げたミキの方は涙で濡れていた。私もずっと忘れようと思って、でもできなくて、どうしたらいいかわからなくて。うん。顔を真っ赤にして泣くミキを俺は過去に一度だけ見たことがあった。ミキが俺に彼氏ができたって打ち明けてきた日、その男子とミキは確かに仲が良かったから俺はすっかり信じ込んだ。その日の夜、ミキは自分の家の裏手で泣いていた。俺は夜中にこっそりコンビニに行こうとして、たまたまそれを見てしまった。てっきり彼氏と早々に喧嘩でもしたのかと思っていたけれど、そもそも彼氏ができたって話自体がミキの作り話だったんじゃないだろうか。俺に嫉妬させるための。俺たちは本当にバカだよな。すぐ近くにいたのにさ、こんなに遠回りしちゃって。子供みたいにしゃくり上げるミキを俺は頭から強く抱きしめた。たくみが悪いんだよ。引っ越しちゃうからずっと近くにいるんだって思ってたのに。ごめんごめん。俺たちはこうして結ばれた。それから何日もしないうちにミキが俺の部屋に引っ越してきた。ミキの実家に挨拶に行った時には緊張してしまったが、今となってはいい思い出だ。お互いに言いたい放題していたようで、肝心なことは言えずにいた俺たち。もう二度とすれ違うのは嫌だからと、ミキが1000円貯金を提案した。嘘をついたり隠し事をしたりしたら、それがいいことでも悪いことでもバレた時に1000円を貯金箱に入れるのだ。1000円はなかなか痛い出費であるし、おかげで俺たちの間には一切の秘密がなくなった。ちっとも貯金にはならないけど、この約束は俺たちが夫婦となった後も続いている。ミキのお腹の中で健やかに育っている娘が生まれてからも、その先もずっと続いていくんだろう。それは何とも幸せな約束。俺の名前は山田武史。人生には何度か選択を迫られる瞬間がある。進路、就職、結婚、それは大抵適齢期に訪れるもので、心の準備ができる。しかし俺はある日突然、自分だけではなく周囲の人の人生までも左右する決断を迫られることになった。あの時間を思い出すと今でも胸が苦しくなる。たけし、相談があるんだ。大学に進学したばかりの俺に幼なじみの南が電話をかけてきた。こんな夜中にどうした？電話で話せる話じゃないんだ。今からそっちに行ってもいい？時間はすでに21時を過ぎていた。南はまだ高校3年生。こんな時間に外をうろつくのは良くないだろう。時間遅いよ。明日じゃダメか？ダメなの。もうどうしていいかわかんない。南の声が震えていた。ただごとではないのがわかった。南と俺は子供の頃から一緒だった。思春期を過ぎても俺たちは仲良しで、何かあるといつも俺に相談をしてくれた。俺が大学の近くにアパートを借りた時なんて、近くにいてくれなきゃ困るって泣き出したこともある。電車で行き来できる距離なのに。わかった。じゃあ俺がそっちの駅まで迎えに行くから、いい？うん、ありがとう。俺は急いで上着を着て外に出た。実家近くの駅に着くと南はすでにいて、俺に気づくと軽く手を振っていた。まったく。どうした？ファミレス行くか？人に聞かれたくない話だから公園行かない？
いつも笑顔で明るい南がこんなに深刻に悩んでいるのを初めて見た。わかった。じゃあ缶コーヒーでも買おうかな。南、何飲みたい？お茶。あいよ。俺たちは公園までの距離無言が続いた。本当は俺から話を振ったが、そのどれも南は空返事で心がここになかった。どうしたって言うんだ。昔俺たちが子供の頃遊んだ公園に着き、ベンチに腰をかけ南が話し出すのを待った。と深いため息の後に南は語り始めた。あのね、たけし、軽蔑されちゃうかもしれないんだけど、たけしにしか相談できなくてさ。なんだよ、軽蔑？何を聞いても軽蔑は絶対しないよ、約束する。南は小さく微笑み、あのね、妊娠した。心臓がドクンと波打った。え、嘘だろ。まだ南は高校生だ。なんで、相手は？それは深刻だな。うん。親御さんには？まだ話してない。そっか。南はどうしたいと思ってる？まだ決めれないから俺に相談してるのかな。私は産みたい。南の声は震えていたが、覚悟を決めた揺るがない気持ちを感じた。そうか。相手の人は？なんて？逃げた。妊娠したって話した途端、俺は知らないって。おろすなら費用をいくらか出すけど、そもそもお前が誘ってきたんじゃないかって。ひどいよね。今すぐにでもその男を呼び出したいくらい怒りが湧いた。南、付き合う相手はちゃんと選べって俺教えなかったか？たった一回なんだよ。すごく私を大事にしてくれてたって勘違いしてた。でもね、でも産みたいって思ったのはその人を好きとかじゃなくて、宿った命を自分の都合で葬りたくないっていうか、でも怖さもあって。たけし、私どうしたらいい？簡単に答えが出せる問題ではなかった。産むってことは高校卒業を目前にして退学するということになる。南には将来の夢があったはず。そう、看護師になりたいって子供の頃から話してた。それ諦めるのか？でも自分の夢を取るってことは、その小さな命は。南、さすがにそれはさ、俺が決められる話じゃないな。でも南の支えにはなる。お前がどうしたいかで俺の出方も変わるな。だから産みたい。お前の夢を諦めてでもか？うん。簡単じゃないぞ。覚悟できてるのか？てかお前まだ18になったばっかりだよな。子供のお前が子供産むのか？うっさい。知ってる？昔の女性は17や18で子供産んでたの。立派な母親やってたの。いやいや、そうだけど時代が違うだろう。南、覚悟できてんのか？うん。じゃあ俺が南とその子の面倒一生見る。え？俺さ、南の笑ってるところが好きなんだよ。妹みたいに思ってた南が妊娠なんてな。いつの間にか大人になってたんだな。しかも男を選ぶセンスがない。まったく俺を選べよ、バーカ。たけしこそ
そんな軽々しく言わないでよ。犬や猫を飼うのとわけが違うのよ。簡単に言わないでよ。わかってるよ。正直、妊娠の告白には驚いたけど、南は俺にとって特別な人なのに違いない。いつかって気持ちはあった。それが少し早まっただけだ。南、あとは俺たち二人で乗り越えていこう。いいか。たけし、ありがとう。でもそれは形だけでいいからね。仕事見つけて頑張って子供と二人生きていくから。うるせえよ。男に二言はない。そうと決まったらのんびりしていられないぞ。お互いの親に報告してお叱りを受け、二人で頑張っていこう。そう言うと南は何度もうなずき、ありがとうと言いながら涙を流した。俺が責任取ると言ったものの、正直不安でいっぱいだったし怖かった。しかしきっとそれは南も一緒。もしかしたら俺以上の恐怖と戦っているのかもしれない。子供の頃から南は俺の大事な人だった。その人を守るのが俺の役目だ。待ったなしの状況。日延ばしにするわけにはいかず、早速俺は自分の両親に報告に向かった。珍しいわね、平日なのに家に帰ってくるなんて。ホームシックになったの？何も知らない母親は可愛い息子の帰宅を喜んでいるようだった。心が痛んだ。あのね、報告事があってさ、父さんと一緒に話聞いてほしいんだ。俺の深刻な顔を見て母親は心配そうな顔をしながら父親を呼びに行ってくれた。なんだ、どうした？父親の言葉を聞いて緊張が頂点に達した。あのさ、南がうまく言えない。ああ、南ちゃんか。どうした？久しく会ってないんじゃないか？元気かな？南と結婚することにしたんだ。は？何言ってるんだ。お前は大学生。南ちゃんはまだ高校生じゃないか。まあ将来的ってことならいいんじゃないか。いや、そうもいかなくて、あの、南、妊娠したんだ。両親の顔色が一気に変わったのが分かった。母親は完全にパニック。しかし大黒柱の父親ってすごいんだな。たけし、本当のことを話しなさい。お前はそんな軽率なことする男じゃない。南ちゃんを大事にしているのを父さんは知ってる。そんなお前が軽々しく妊娠させるようなことしないよな。父さんたちはお前の味方だ。南ちゃんだって娘みたいに思ってる。だから本当のことを言ってごらん。緊張が一気に緩んだ。俺は経緯をすべて打ち明け、俺と南の決意も話した。言いたいことは分かった。たけし、結婚して子供を育てるというのは簡単なことではない。成人している大人だって時に失敗する。自分の子供として責任持つ覚悟はできてるのか？はい。バカ息子、軽々しく言うな。父さんたちは賛成できない。後悔するのが目に見えてる。話にならん。帰りなさい。父親はそう言って席を立ち、母親は泣いていた。そうなるよな。俺は一回で納得してもらえると思っていなかったし、最悪親に感動されたとしても仕方がない。それくらいのことだから。南は事の成り行きを心配していたが、俺の意思は変わらないことを再度伝え、早いうちに南の両親にも会いに行く予定でいた。
たけし、本当に大丈夫？巻き込むつもりはないんだよ。子供の頃からたけしに頼りっぱなしだった。困った時はいつも助けてくれて。でもさ、恋愛感情がない私と本当に結婚して後悔しないの？みなみは頻繁に俺のアパートを訪れ、その度こんな不安を漏らした。確かに交際期間ゼロ日で結婚だなんて、正直俺だって不安がないわけではなかった。でもみなみに対して恋心がなかったわけではない。可愛いと思っていたから、いつだって困った時は力になったし、そばにいた。みなみが俺の嫁さんになることに違和感はない。ドキドキするような恋愛の醍醐味はすっ飛ばしてしまうけど、きっと幸せになれる。みなみ、俺はみなみのことが好きだよ。お腹の子供も大事に思う。俺じゃあ嫌か？嫌なんて、私なんて妹みたいなものだと思ったから。私にとってたけしは憧れのお兄ちゃんだったし、幸せすぎるくらいだよ。こうして俺たちはお互いの気持ちを言い合い、距離を縮めていった。うちの両親に承諾はまだもらえていない状況だったが、お腹の子供の成長は待ったなしだ。週末に南の両親に挨拶に行こうとしていたある日、父親が俺のアパートを訪ねてきた。父親はリビングに座り、しばらく無言だった。緊張が走り、ピリピリした空気の中、父親が切り出した。気持ちは変わってないのか？はい。父親は深いため息の後、たけし、大学だけは卒業しろ。みなみちゃんをこれから妻として守っていくには経済力は絶対必要だ。真剣な顔で俺に言った。でも俺が働かなきゃ。うちでお前が大学卒業するまでみなみちゃんと子供の面倒を見る。もちろんお前は大学に行きながらバイトしろ。それが母さんと話し合って出した答えだ。決めたからには絶対貫けよ。父親になるってことを甘く見るな。みなみちゃんのところに挨拶行くのはいつだ？父さんも一緒に行く。一緒に頭を下げる。怒鳴られる覚悟しておけよ。父さんはそれだけ言うと静かに腰を上げた。親として両親がどんな思いでいるのか、迷惑をかけてしまう申し訳なさと、俺が一人前になるまでみなみと子供の面倒を見てくれると決めた両親の覚悟に胸が締め付けられた。絶対幸せになります、そう誓った。週末、父親と二人でみなみの実家に挨拶に向かった。子供の父親は俺ということを貫くことに決めていた。そうじゃないとみなみの親を苦しめてしまうことになる。話は分かりました。しかしうちの娘はまだ高校生なんですよ。どうしたらそんなことに。怒鳴ってくれた方がまだ楽だったかもしれない。みなみの父親はショックで声を震わせ、昔から知ってる俺を怒鳴ることもしなかった。そんなみなみの父親を見た父親は俺の頭を押さえ、一緒に土下座をした。申し訳ありません。うちのバカ息子が大事な娘さんを、私たちが責任持ってたけしが大学を卒業するまでみなみちゃんと子供の面倒を見ます。私たちがサポートしますから、みなみちゃんにはきちんと高校卒業の資格も取らせます。お許しください。ボロボロと泣けてきた。これが親になるってことなんだ。子供のためなら子供の嘘にまで付き合ってプライドまで捨てる。うちの父親は身をもって俺に見せてくれた。
お父さん、本当に申し訳ありません。一生かけて南さんを幸せにする努力をします。許してください。南もまたその光景を見て泣くばかりだった。これでいいんだ。本当のことを知ったら俺たち親子に迷惑をかけられないと南の両親はまた悩むだろう。今これが最善の策なんだ。最終的に南の両親は泣く泣く俺たちの結婚にうなずいてくれた。祝福とまで言うかはわからなかったが、娘をよろしく頼む、そう言って南の両親が握手をしてくれた。その両親の思いもまた俺の覚悟を強くさせた。19歳の俺が結婚と同時に父親になる。少し前まで思いもしなかった世界。でももう進むしかない。妊娠中の南はうちの実家に住みながら俺のアパートと実家を行き来する毎日。平日俺は大学とバイトに明け暮れ、週末は南と一緒に実家で過ごすことが多かった。どんどんお腹は大きくなり、それと同時に母親は子供に必要なものを南と買い物に出かけ、子供の誕生が近づくにつれみんなに笑顔があふれるようになった。ただ18歳での出産は早産になりやすいらしく、知識がない俺はおろおろするばかり。うちの母親と南の母親はかなり頼もしかった。とにかく妊婦さんに精神的なストレスは良くないと、南が自分のしたことに悩まないよう気を配った。たけし、そろそろ一緒に子供の名前考えよう。うん、そうだね。お互いの両親の名前から一文字もらうとか。私が思ってるのはね。こんな会話が幸せだと思えた。勉強とバイトの両立は楽ではなかったが、南の幸せそうな顔を見るだけで頑張れた。南は予想されていた通り早産だった。南自身の体力消耗も激しく心配だったが、なんとか無事退院。子供の成長をお互いの親と共に見守り、俺は必死にやるべきことをやり大学を卒業。無事就職もした。周りの同級生たちは年相応の恋愛を楽しみ、俺と住む世界が違うように思えた。そんな世界がキラキラして見えることもあったが、子供ってすごいんだな。あの笑顔を見ただけで自分の選択は間違っていなかったと思った。南は子育てが大変な中、時間はかなりかかったが、高校卒業の資格も取れた。その頃、俺も就職して2年目。大してお金はかけられなかったが、あの時できなかった結婚式をした。と言っても、お互いの両親と息子とだけのお食事会と写真撮影。和やかな時間が流れ、やっと嵐は去ったのかな。そう思えた。俺がトイレに立った時、南のお父さんも席を立ち呼び止められた。たけし君、ちょっといいかい。はい。君にはなんてお礼をしていいかわからない。何のことですか。お礼なんて。孫の父親たけし君じゃないんだろ。出産後に娘に告白されたんだ。ボロボロ泣いてな。そりゃ驚いたよ。娘のためにここまでしてくれて。でもな、たけし君、君にも将来がある。もし。俺はお父さんの言葉に割って入った。いえ、あの子は俺の子です。そして、南は俺の可愛い大事な奥さんです。お父さん、結婚を許してくれてありがとうございます。南のお父さんは深々と頭を下げ、握手を求めてくれた。やっとこれで南と家族を始められた気がした。これから先、俺は自分の父親がしてくれたように、子供の見本になれるような父親になりたいと思った。それから3年後、南のお腹には
第二子がいる。もう子育てのプロとばかり、南は慣れた手つきで大きなお腹を抱えながら息子の相手をしている。ひろし、パパと一緒に公園行っておいで。ママはこれからご飯作るから。はい。小さな息子が笑顔で俺に駆け寄ってくる。ひろし、行こうか。うん。俺は本当に幸せだ。窓に打ちつける雨粒の音が静かな別れの日を思い出させる。妻の最後の瞬間、あの雨の日に彼女の温かな手が俺の手を握りしめたことを鮮明に覚えている。小さな存在がなくなったあの日から彼女と共有していた瞬間が過去になった。散歩した日々、見た映画、一緒に調理した夕食、それらの思い出は今は遠い過去に埋もれてしまった。だが小さな言葉は永遠に残っている。新たな明日への勇気、小さな分まで生きて彼女の家族千鶴を支える覚悟、それが俺に託された使命だと感じていた。そして運命の糸は次第に新たな出会いに絡みついた。小さな妹千鶴と彼女の息子アツシ、彼らとの新たな物語が始まることをその時の俺は考えてもいなかった。俺の名前は上村正史。25歳の時に結婚した妻を先日亡くした。花婚式を間近に行ってしまった妻はたくさんの花に囲まれて旅立った。ちさはいつも笑顔で優しい言葉で俺を支えてくれた。俺は彼女の最後の願いを胸に刻んで、これから先喪失感と向き合わなければならない。窓の外では季節が移ろい、人々が忙しく生きている。しかし俺にとっては時間が止まったようだ。そして小さな遺言が俺の心に響く。新しい明日へ進む勇気を持って私の分まで生きて。それからあの子は弱い子だから、あなたが千鶴を助けてあげてね。四十九日の法要が終わっても俺は未だに心を立て直すことができなかった。周囲の期待や励ましの言葉が重荷になり、俺は孤独な時間にこもってしまった。彼女の写真を何度も眺めて彼女の声を思い出そうとする日々。それでも小さな残した言葉を少しずつ受け入れられるようになっていた。彼女の思いに応える覚悟を胸に秘めて、俺は新たな一歩を踏み出そうとしていた。ある雨の日、俺のもとに千鶴が現れた。彼女とその息子アツシも。マンションの外壁には雨粒が落ち着け、外は土砂降りの天候となっていた。千鶴の薄手のジャケットは雨で濡れ、アツシは千鶴のものであろうカーディガンを羽織って寒さから身を守っていた。アツシは小さな体を震わせ、寒さからカタカタと震えていた。ごめんなさいお兄さん、部屋に入れてくれないかな。雨粒が千鶴の髪から滴り、顔のラインにそっと伝わる。その濡れた髪は繊細に廊下の明かりの下で輝いていた。小さく震わせながら訴えた千鶴の声には寒さ以外の気配があった。もちろん中に入って。寒かっただろう、アツシ君、ほら中に。慌てて部屋に入った俺はありったけのバスタオルを千鶴に渡し、アツシがカーディガンを脱ぐのを手伝った。小さな体はしんしんと冷たかった。気の利いた料理なんてできない俺はレトルトカレーを温めて三人で食べた。満腹になったアツシが安心しきって眠ってしまうと、ぽつりぽつりと千鶴が口を開いた。今朝仕事に出勤すると上司から呼び出され、もう今日から来なくていいと告げられたという。驚きと戸惑いでなぜかと問うも、上司は冷徹な表情をしているだけ。わけのわからないまま社員寮に戻った千鶴は、そこでも新たな衝撃を受けることになる。社員寮に帰ろうと思ったら
管理人さんがいてさ、出て行け、あんたたちがここにいる理由はないって、理由も聞けないままに追い出されちゃって、荷物を整理する暇もなくて、とうつむく千鶴の声は震えていた。雨音が窓を叩く音が強くなる中、俺の中には小さな遺言が鮮明に浮かび上がった。お兄さん、すぐに出ていくとは言えないけど、私頑張るから、ここに置いてくれないかな。お願いします。千鶴はテーブルにぶつけるんじゃないかと思うくらい大きく頭を下げた。もちろんだよ千鶴ちゃん、君は大事な妹なんだから。俺は千鶴に優しく微笑みかけた。千鶴もほっとした笑みを見せ、ようやく肩から力が抜けたようだった。翌日、俺は千鶴と一緒に社員寮に向かった。部屋に入ると、荷物が丁寧に段ボール箱にまとめられ、部屋はきれいなものだった。前日まで人が住んでいたとは思えない手際の良さだった。千鶴は言葉を失っていたが、俺は管理人と簡単な手続きを済ませ、そのまま社員寮を去ることにした。会社に問い合わせはしたものの、解雇の一言。何が起きたのか、どうしてこうなったのか、俺には理解できないままだった。しかし、今は千鶴と厚志の生活の基盤を立て直すのが優先だと、自分に言い聞かせていた。よし、これからバリバリ稼ぐぞ。千鶴は理不尽な解雇に対する怒りをバネに就職活動を始めたが、結果はなかなか実らなかった。小さな子供がいると就職は厳しいと聞く。そのせいだろうと思っていた。しかし、履歴書を書いて面接に足を運んでも、名前を伝えただけで断られることが続き、日に日に千鶴は自信を失っていった。もしかしたら元旦那の仕業かもしれない。彼女の言葉が俺の胸に突き刺さった。千鶴の元旦那大沢、こいつにはいい印象がない。以前、千鶴がまだ独身の頃、突然家に泊まりに来たことがあった。彼女は玄関で立ちすくみ、涙で言葉を詰まらせながら、彼と喧嘩しちゃってと言った。すると千佐が、ここにいて大丈夫よ、私たちがついているからと肩を抱いて部屋に入れたことがある。俺は深く尋ねることはしなかったが、千佐は大沢について何か聞いていたのかもしれない。大沢は地元で影響力のある家柄出身で、その家族は何代にもわたって地主としての発言力を持っていた。大沢は千鶴との結婚生活の中で浮気を重ねていたが、当時大沢は財力と権力を背景に、好き放題しても何の痛手も負わなかったという。子供にも興味がなかったのか、特に親権は争わなかったと聞いた。どうしよう、私このままじゃ。家と仕事だけでなく、自信も失い頭を抱える千鶴に、俺はある提案をした。千鶴ちゃん、俺の仕事を手伝わないか。お兄さんの仕事ってカメラマンでしょ。私に気を使ってくれる気持ちは嬉しいけど。いや、事務作業が結構あってね、カタログの整理とか先方へのアポ取りとか、やってほしいことはたくさんあるんだ。正直一人じゃ手が回らない。手伝ってくれると俺が助かる。ふさぎ込んでいた千鶴の顔にパッと希望が輝いた。やる。この新たな挑戦は俺たちが未来へ向かう第一歩となった。大沢の影は消えないが、千鶴と厚志の幸せを守るために俺は戦う覚悟を決めた。千鶴と過ごす時間が増えるにつれ、俺たちの絆も深まっていった。ある日のこと、千鶴は書類整理の合間にほっと息をついた。まさしさん、本当にありがとう。一緒にいてくれて心強い。千鶴が頑張ってる姿を見ると元気をもらえるんだ。
こっちこそ感謝してるよ。いつの間にかお兄さんがまさしさんになり、千鶴ちゃんが千鶴呼びになっていた。最初は警戒していたあつしもすっかりこの部屋に馴染んでいた。このまま無事に時間が流れていけばいいと思っていた矢先、俺はとんでもないものを見つけてしまった。もともと二人暮らし用に使っていた家は三人で使うとなると狭い。千鶴とあつしの生活に合わせて家の中を整理する必要があった。部屋に散らばる小さな私物、彼女と過ごした幸せな瞬間の証拠がいくつもある。写真アルバム、日記、共に見た映画のチケット。改めて見ると小さな存在を感じながらも同時に喪失感を思い出すが、俺は頭を振った。今このタイミングでないと小さな遺品整理をすることができないと思ったからだ。あれ、ずいぶん頑丈に包んであるな。ガムテープで留められている A4 の茶封筒、中を開けてみるとそれは一冊の日記帳。その日記帳の中には小さな日常とはかけ離れたものが書かれていた。あるページには丸月丸日、夜中に大沢から大声で怒鳴られ、朝になっても頭痛がひどいと訴えていると書かれ、別のページには丸月丸日、左腕に打撲跡と書かれ、女性の細い腕の写真が貼られていた。それは大沢からの暴力が繰り返されていた記録だった。千鶴、台所で料理をしている千鶴は俺の声に驚いて振り向くとコンロの火を止めた。どうしたの、そんなに慌てて。これ本当なのか。俺は日記を見せ、怒りに声を震わせながら問いかけた。千鶴は困ったように視線を泳がせていたが、最終的にはコクンとうなずいた。うん、全部本当。歯切れの悪いその言葉に俺の胸には複雑な感情が渦巻いた。怒り、悲しみ、そして同情が混ざり合って、思わず俺は彼女を抱きしめていた。彼女の味方であることを伝えたかった。辛かったな、ごめん、俺何も知らなくて。すっぽりと俺の腕の中に収まった千鶴はふふっと小さく笑ったが、目には涙が。突然のことに少し緊張しているのか、かすかに震えてもいた。ありがとう、姉さんとまさしさんがいたから私はなんとか立ててるよ。彼女の体温が感じられ、そのぬくもりが俺の心を落ち着かせた。まるで心が一つになるような感覚だった。俺はいつでも君とアツシの味方だから。千鶴の目には大粒の涙がたまったが、千鶴は手の甲でそれを拭い笑ってみせた。本当にありがとう、まさしさん。私結婚相手間違っちゃったよね。千鶴が俺の腕から離れ、しばらくの沈黙が続いた。そして彼女がゆっくりと俺を見上げ、キュッと唇を噛んで言った。まさしさん、私と結婚してください。え？千鶴は真剣な表情で言葉を続けた。大沢から逃げたいの。もういつまでも大沢の影を感じるのは嫌なの。俺は言葉に詰まり考え込んだ。千鶴をサポートするのは千里の誓いでもあったが、あまりにも突飛な言葉にどんな決断を下すべきか、俺にはまだ答えが出せなかった。ありがとう、千鶴。でも、考える時間をくれないか。うん、そうだよね。困らせてごめん。待ってるね。千鶴は俺から一歩離れると、台所に揃えてある材料を俺に見せた。今日はアツシの好きなハンバーグだよ。マサシさんもこれなら玉ねぎ食べられるでしょ。ああ、楽しみだな。
数日後、俺は千鶴が家を出る用意をしているところに出くわした。アツシと一緒にスーツケースを広げて荷物の整理をしていた。僕、おもちゃも片付けてくる。アツシがリビングへ駆け出していくと、俺は静かに部屋に入り、千鶴に声をかけた。千鶴、どうして急に。彼女は一瞬驚いた表情を浮かべたが、ゆっくりと話し始めた。大沢がまだアツシに執着していて、保育園にも来たみたいなの。初耳だった。最初はマサシさんといることで大沢が引き下がるかもしれないって考えてたんだけど、でもマサシさんが私たちのこと真剣に考えてくれるのを見て、私も自分の考えを見直さなきゃって思ったんだ。そうだったのか。千鶴から仕事と家を奪った挙句、大沢は彼女の子供まで奪おうというのか。この親子はいつになったら日常に戻れるんだろう。俺にできることは何だろうか。引っ越しは賛成だ。俺もついていく。あ？幸い小さな部屋の片付けも少しは済んでいるし、俺の分は君が手伝ってくれ。ちょっと待って、なんで？私の話聞いてた？俺も一緒に引っ越していいよな、アツシ。うん。各部屋から集めてきたおもちゃを小さなリュックに詰めながら、アツシはニコッと笑ってみせた。今住んでいるマンションは事務所ということにして、新しく家を借りた。アツシの保育園には事情を伝え、千鶴以外には絶対に引き渡さないよう念を押し、最悪の事態を回避。引っ越しして数日のうちは、片付けや手続きで忙しくしていたが、落ち着ける時間も増えてきた。満を持した俺は、弁護士をやっている長年の友人に電話をかけることにした。千鶴、聞いてくれ。どうしたの？大沢のことについて友人の弁護士に相談したんだ。千鶴は驚きと不安の入り混じった表情を浮かべた。どうしてそんなことを。大沢は親権も欲しがっているんだろう。法的にも揉めるかもしれない。俺たちだけで対処するのは難しくなる。千鶴は不安げな視線で俺を見つめたが、ニコッと笑ってみせた。それじゃあいっぱい働いて、たくさんお金稼いで、弁護士費用を捻出しなきゃ。千鶴は元気な声で宣言し、えいえいおーと拳を振り上げ、気合を入れていた。大沢が弁護士を引き連れてマンションへやってきたのは、すっかりと引っ越しを終えて、部屋が事務所として稼働した頃だった。久々に対面する彼の顔には、嫌な笑顔が浮かんでいた。アツシの件で話がある。挨拶もなく、大沢は冷酷な表情で言葉を投げかけた。大沢さんは親権を放棄されたと聞いてますが、あの時とは状況が違うんだよ。会社も寮も追い出されて、仕事もしていない母親なんて、アツシに必要だと思うか？俺はその言葉に怒りを感じたが、ももに爪を立てて冷静さを保った。今の彼女は仕事もして生計を立てているし、アツシは千鶴と一緒に幸せでなくちゃいけない。二人の今の生活は順調だ。俺の言葉に大沢は大げさにため息をついた。上村さんが千鶴とアツシに関わる必要はないんだよ。あいつらは俺と一緒に幸せになる。浮気の末の離婚だったのに何を言ってるんだ。幸せにする権利はどこから来たんだよ。今度は弁護士が口を挟んだ。法的には大沢さんの親権に関しても十分な根拠があります。そして社会的にも大沢さんの信用があることを考慮すべきです。次回は建設的なお話をいたしましょう。弁護士と大沢が名刺を置いて出ていくと、俺はすぐさま弁護士に電話をし、徹底的に戦う覚悟を伝えた。上村、俺の方からも報告がある。中村の声は落ち着いていたものの、妙にウキウキしていた。
事務所に来てもらい話を聞くと、大沢からの接触がすでにあったというのだ。その時の会話だ。聞いてくれ。君の弁護士としての将来がどうありたいのかをよく考えた方がいい。それはどういう意味でしょうか。君がこの件から降りてくれるなら悪いようにはしない。大沢の言葉が含む脅しのニュアンスにゾクリとした。録音を再生し終わると中村はにんまりと笑った。この音声と千佐さんの記録で勝ちに持っていける。俺に任せてくれ。中村は大沢の弁護士に連絡を取り、俺の事務所での話し合いを打診した。すぐさま日程は決定し、関係者が集まった。厚氏が保育園に行っている間に終わらせようということで、時刻は午後1時。急遽用意した会議テーブルに座り、緊張感が部屋に広がった。さすがに弁護士の中村は慣れっこなのか、スラスラと進めていく。静かに小さな日記と録音音声のファイルをテーブルの上に置いた。これらの証拠が事実であるかは今から明らかにします。千鶴さんの訴えやこれらの証拠に真剣に向き合っていただきたいと思います。大沢は自分の思い通りにならなかった中村に対し軽蔑の目を向けていたが、次第にその顔色が青くなっていった。この日記には千鶴さんの受けた行為が記されています。それだけではありません。大沢さんは不正な手段で私を買収し、千鶴さんと厚志くんの幸福を脅かそうとしたのです。そして大沢の録音音声が再生された。大沢はふてくされたようにふんと鼻を鳴らしていたが、相手の弁護士はうなだれていた。大沢、地元の太いパイプが役に立ったのは昔の話だ。インターネットが普及し始めた今、悪事は簡単に暴かれる。俺の言葉に大沢はピンときていなかったが、弁護士の方が事務所のパソコンに目をやった。千鶴の勤めていた会社も大沢に買収されて社員を解雇したことが明るみに出ればどうなるかな。シングルマザーを追い詰めたなんて話は世間にどんな風に映るだろうか。ようやく分が悪いと理解した大沢だが、千鶴にすがるような目を向けた。千鶴、俺が間違っていた。もうこれ以上の争いはやめよう。また一緒にやり直そうな。信じてくれ、この通りだ。ここまで追い詰められたにもかかわらず、千鶴と厚氏がいれば元通りだとでも言うのだろうか。焦燥感に駆られた大沢は千鶴を懐柔しようとしていた。私もう痛いのは嫌なんだよね。姉さんが守ってくれたこの体も心もあんたには指一本触れさせない。厚氏のためにも。鋭い視線で睨まれた大沢は蛇に睨まれたカエルのようにダラダラと汗を垂らしていたが、くーっとうなり声をひねり出したきり動かなくなってしまった。今後接近禁止措置を取らせていただきます。それから。そこからは中村の独壇場で俺はほっと胸をなで下ろしていた。それから数日、大沢の脅威が去り平凡な日常が戻ってきつつあった。まさしさん、これ。千鶴が差し出してきたのは一つの封筒。その封筒には千佐の名前があった。慎重に封を開け手紙を読む。中には千佐に送った結婚指輪が同封されていた。まさしがあなたと厚氏を守ってくれると信じてる。彼を信用して助けてって言いなさい。この指輪には私の願いが詰まっているわ。新しい幸せをつかむ手助けになれば嬉しい。三人で明るい未来へ歩んでいってね。千佐の結婚指輪が俺の手の中で光った。千鶴は困ったような笑みを浮かべている。綺麗な指輪だよね。姉さんには悪いけど私つけれないよ。千鶴、手を出して。
俺の言葉に視線をさまよわせながらも、千鶴はおずおずと手を差し出した。ほんと、恥ずかしいな、こんなボロボロの手に。でもこれは、アツシを守り抜いた手だよ。とても綺麗だ。俺は本気でそう言い、千鶴の細い指に指輪を滑らせた。手入れする余裕もなかった指はかさついていたが、それは彼女の戦いの証だった。わ、ママが指輪してる。アツシが駆け寄り、嬉しそうに叫んだ。その声が部屋の中に笑顔を運んだ。俺は二人の前にひざまずき、結婚しよう、千鶴。君とアツシを守り続けると誓うよ、と言った。千鶴は感極まった笑顔でうなずき、アツシと三人抱きしめ合った。そして月日は経ち、当時を思い出していた俺は、ふと、もしあの出来事が SNS で拡散されたら、さぞ話題になったことだろうと苦笑した。今日は千鶴と結婚してから20回目の記念日だ。引き取った時保育園児だったアツシも無事に巣立ち、親としては少し寂しくもある。そんな新たな始まりとして、俺の会社のホームページに二人の指輪の写真をアップしようと考えた。一眼レフを手にし、千鶴から借りた指輪の美しさに見とれた。レンズ越しに見る指輪はひときわ輝いて見える。その時、ちさの遺言がよみがえり、胸にこみ上げる気持ちに目頭が熱くなった。この指輪には過去への感謝と未来への希望が詰まっている。改めてちさからの贈り物に感謝した。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の馴れ初めストーリー、良かったと感じた視聴者様はいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。それでは次回もお楽しみに。